9月に日本に帰った時にああ、ははい、はいい、はい、なんか言ってました、ね、友達に久しぶりに会った時に聞いたんですけど、うん、えっと、幼稚園の時からずっと大人になるまで一緒に育った友達が3人いまして、うん、僕含めて4人グループなんですけど、はい、まあ今までずっと友達関係続いてるんですよ。はいはい、でまあ僕以外、まあ、ABC っていう3人がいるとして。うん 僕と A が6年1組で、はい、1> 小学校の時ですけど、はい、で B と C が6年2組だったんですよ、はい、でちょっと前に6年2組の同窓会があったみたいで<ー>その B と C が出席したらしいんです、はい、でまあいろんな懐かしい話をしたんですけど、はい、その B と C しか2人にしかその記憶にない生徒 話が出てきたみたいでうんうん、えっと。でも結構その二人の間では記憶が鮮明に残ってるんですよ。しかもなんか、はい、共通の記憶があるみたいで,、はい、でその生徒の名前が、うん、十文字和弘っていうらしいんですよ。はい、でえー、っとその十文字っていう生が僕たちの生まれ育った町ではまず。 まあほとんどないので、はい、すごい特徴的だったのでお前なんか忍者かみたいな感じでいじりまくってたらしいんですけど<は>でえー、っとお兄ちゃんも2人いて、はい、お兄ちゃんは一郎二郎っていうらしいんですよ、はい、なんでお前三郎じゃないねんって言うんで、はい、それでもなんかいじってたみたいで、はい、えっと 僕たちのその生まれ育った町に、まあ、漁師町があるんですけど、はい、その辺の地域ってあの、まあ、悪く言えばスラム街みたいな雰囲気があって、はい、道もものすごく狭くて入り組んでて、うん、迷路みたいになってて、うん、まあ子供もの僕たちからしたらまあちょっと怖い雰囲気だったんですけど。うん その十文字くん一家っていうのはその中のある地域に住んでたらしいんです、うん、で子供の頃の彼らの記憶ではその彼らのその十文字くんが住んでた家が大体100坪ぐらいの土地で、うん、えっと庭に結構いろんな畑があって野菜を育ててたらしいんですよ。はい、で鶏とかそういうい家の家畜も飼ってて、うん でも家はなんか途端でできたすごいボロボロのお家が小屋みたいなのが3つぐらい建っててそこになんか家族お,かお母さんお,お父さんお母さんで3人兄弟で住んでたらしいんですよ。うん、で家に遊びに何回か行ってるんですけどやっぱりまあそういう家なのでなかなかその十文字くんっは恥ずかしがって家に入れてくれなかったみたいなんですけど、うん。 えっとまあ、遊びに行った時に絶対その家から離れて近くにあるその神社の裏山に行こうぜってまっ連れて行かれるみたいなんですいつも、うん、特徴的なのがその十文字君の家にはエアーガンがいっぱいあったらしいんですよ、うん、でおもちゃですけどナイフみたいなのもいっぱいあって、うん、でお父さんが眼帯をしてて。うん 片足怪我してたらしくてなんかちゃんとなんか歩けないような障害があるのかなっていうのは特徴のお父さんだったらしくて、うん、でも十文字君が言うにはそのお父さんはその海外で傭兵として働いてて、うん、で、まあ、まあ怪我して帰ってきたんやみたいな話だったらしいんですよ。うん でそのお父さんからその十文字君はその銃の撃ち方を教えてもらっててああエアーガンの撃ち方がすごくうまかったらしいんですよ。うん、である時、えっと、頭上を鬼山が飛んでたみたいで、はい、その飛んでる状態の鬼山を俺が撃ち落としてやるよっつって十文字君がエアーガンを撃ったらしいんですよ。はい、本当に 鬼山が上ででっにてて下に落ちてきたらしいんですよ。<う>でそれを B と C が二人同時に見てるんですよ<う>なんか鮮明に記憶があるみたいで,、うん、でまあそんなちょっと特殊な特徴的な子だったらしいんですけど、うん、まあ,ある時ですね、まあ、田舎町なんで、まあ、僕らも子供の当時っていうのはまあいい家もあんまりその玄関に鍵かけたり。うん せずにまあ近所付き合いするようなことが多かったんですけどうん、うん、のいろんな友達の家でお母さんの財布の中からいくらかお金がなくなるっていう事件があったみたいなんですよ。でまあまあ生徒たちの中で、まあ、あいつが犯人なんじゃないかっていうような推理が始まったらしいんですけどある時その B と C が 2> 2人でで駄菓菓子子屋に行ってお菓子を買ってておを買すねある、うん、友達の家の前を通りかかった時に、うん、その家の玄関先からその家の中から道までその十文字君が慌ててパッと走って出てきたとこに遭遇したらしいんですよ。うん、でその十文字君の手のひらに千円札らしいものを握りしめてるのが見えたらしいんです。うん まあそれが確実にそのお金かどうかっていうのは、まあ、言い切れないとこはあったんですけど、うん、まあどう見てもお金っぽかったので B と C が <noise> えっと。<laughs> <う>ね、<laughs> ポリスかな <laughs> そうですねすみません <laughs> オーストラリアポリスかな <laughs> そうなんですちょっと年末で騒がしい <laughs> ああそうなんですねごめんなさいね<あ>はいはい。で まあ彼が犯人じゃないかっていうような話をちょ,ちょっと広めてしまったらしいんですよ<タッ>クラスの中で。でまあそういう噂が広まったみたいで,、うん、で先生にも「お前たちそれ確実にお金やったんか?」っていうような質問をされたんですけど、うん、まあそう言われたらそうも言い切れないんですけどまあお金だったような気がするみたいな話で確実にそれがお金じゃないって。 お金だって言い切れないんだったらそんな話広めたらダメだよって怒られたらしいんですよ二人でうん、うん、でそっからなんですけどまあ十文字くんが、まあ、周りの友達とも絡みづらくなるじゃないですかうん、うん、その危険事件がきっかけなのかどうか分かんないんですけどそっから一家揃ってその地域からいなくなったらしいんですよ十、はい、文字家が、はいで。それからまあ 連絡取ることもなくて、うん、まあ関係は切れてしまったんですけど、うん、でもその十文字くんっていうのがクラスにいたっていうのはその B と C の記憶の中ではっきり残ってるんですよはいでそれを同窓会でまあ話したんですけど、まあ、集まったクラスメイトの中ではその誰も覚えてなくて、うん、で隣のクラスにいた僕もその彼の話なんて全然知らないんですよ、はい でまあ、写真を見返してみても彼が写ってる写真がまあないみたいで、うん、まあ彼って一体何だったのかなっていう疑問がまあ2人だけに残ってるっていう話です。はあ何にも跡形もなく情報がなくなってるんですね。はい、はうんとごめんなさい聞き逃してたかもしれないですけどどれぐらいの月日をその。 十文字君とは過ごしててるんだろうかかか年にになななっっら一緒になったのかなでもその事件があったのが4年生の時なんであ<ー>まあクラス編成考えたら三3年4年でクラスメイトやったと思うんですよねじゃあそこのもし卒業アルバムじゃな卒業アルバムっていうかまあ何かしらのアルバムには残ってる可能性はあるわけですよねそうなんですよねはいでもこれ探そうと思えば探せますよね そ,うですね、そこの時期でも多分、うん、いないんじゃないの <laughs> でも <laughs> 家は残ってたらしいんですよいなくなってからもはいなんでだろうねうんまあ、まあ、もっともとすごく特徴的な一家だったんで、はいうん、まあその二人の記憶の中でではですけどその 彼が消えてからまたそのお父さんが戦場に呼び戻されたんじゃないかとか <laughs> スパイの一回やったん違うかみたいなそういうまた変な噂もあも流れたらしいんですけどその周りの子はその噂みたいなのも覚えてないらしいんですよね<ー>。うん <laughs> ごめん、えっと、ごめんなさいねちょっと12歳ぐらいじゃないですか、はい、小学校6年生ってでそこからどれぐらい年月経ってるんですか 今もう46なんで、うん、えっと3034年かそうですね34年えこれ初めての同窓会ですかいえいえ何回かやってるんですけど <laughs> でもそんなに頻繁にしてないですけどまあでもそうですよねはいでもその話題上げたのは今回その2人が上げたの初めてやったみたいでおおうーん まあそんだけあれば忘れるかもなってなるけどわあそうねいたねってなりそうなもんやけどな誰かね覚えててもおかしくないですよねど,どっちかってその B くん C くんが結構メインでこう付き合ってたっていう絡みがあったでもあの当時あのみんなで野球やったりお<ー>みんなで遊ぶことが多かったんで秘密基地とか作ってはいはい だから一緒にいてもおかしくないんですけどっていうかまあクラス越えて僕たちも一緒に遊んでたんで僕と同じクラスのもう一人のお友達も知らないんですようん。でもそのいなくなってからの記憶なんて普通にあるわけですもんねそういう噂が出るぐらいだから家もあるし。はい、うーん まあ本当単純に B 君 C 君がはっきり覚えてるだけでな何人ぐらいいたんだろうその同窓会って1 0十人ぐらいって言ったと思うんですけどはいはいじゃあ残り、まあ、ほとんどほとんど男やったらしいんですよ、うん、しかもああじゃあ遊んでたであろう人もいる可能性高いですよねじゃあそうですねうんまあた単純にほんとにただただ覚えてないだけなのか <laughs> うん,うんどうでもおか,おかしいですよね覚えてないっていうのがんかね <laughs>、はい、特徴俺もだって小学校の時にそんな特徴あるや結構癖強いやついたからはい多分ワード出されたらあーってなると思うけどなそうですよねいまだに覚えてることあるもん よく記憶をなくすやつとかちょうど中二秒近い時そうねついたますかいやほら「悠々白書だなんだ」あったんでやっぱ中二秒全盛の頃なんですよその頃ってなんかわかる気がしますい。あとあの「パプア君とかね柴田亜美先生の作品はね結構ね中毒者多くて わわかかりますかりまますすあの出てくる <laughs> 登場人物に何かね何か妙になろうとする人間たちが多かったりだとか <laughs> 俺の周りいっぱいヒエいたもんね。だいぶ癖強,いです、ね、癖強かっただからそういうような<ー>それぞれ個性があって面白かった小,小学校6年生とか中1だ中2だの頃はあったから。うん うんいやそうねいまだに忘れないやついるけど結構濃いそんな月があったら忘れるかなっていうところですよねでもね。これがはたまた本当にこの3年生4年生ぐらいの4年生かなそう,、ね、そういう事件が起こってるっていうとこでの何か物証というか何かそこで記録がね 学校にいたよって記録がそこに行って残ってればいいんでしょうけどはいないある <laughs> どっちなんだろうないやちょっと今回その同窓会にその先生が参加してなかったみたいであ<ー>まあでも34<あ>年の時と56年の時の先生は違うんですけどそうでしょうねはいうん、うん、ちょっとどうなるかもしなんか気になるならねその人たちも調べるかもしれないけど そうですね、はあ、いやこのなんか「いたのいなかったの?」っていうやつはちょこちょこあるけどなんか結局「いなかったんじゃね?うん」の話になるんだよなあ,あそうっすね。<laughs> なんかな単純な記憶とかではないような気がするんだよなあじ,じゃあ何だったんだってなるから。うん、はい うんありがとうございますありがとうございましたはいまたよろしくお願いしますお願いしますはいすはい私ですねはい非常にパンが好きでパンパン食べるパンパンですねそうです金子、うん、さんはどうですか僕も結構パンは好きですし、ええ、お惣菜パンを作ってますね ヘイバリとは何ですかえでもどうかなな,なんだかんだ買っちゃうのは、ええ、そのえスーパーとかでの,あのソ,ソーセージとマヨの入ったのパン。あいいですね。とハンバーグの入あのメンチカツの入ったパン。ああもう最高ですねあ。揚げてるやつとか。 私も大好きですあ、そうですかま菓子パンだったらやっぱメロンパン、アンパンになっちゃいますけどもねなるほど結構好きですよ私結構仕事柄結構都内回るのではいよくこういろんなパン屋さんを回ってうんまあいろんなそのパンの生地を楽しむんですねまあここオリジナルの生地だな美味しいなっていう本格的なそういう手作りのパン屋さんが好きなんですがあーなるほどはいはいはい私これ学生の頃からはい大学生の頃からパンが好きでですねうん あのー、結構しょっちゅうパン食べてるので、はい、結構皆さんあの僕の子僕がこうパンが好きだっていうことで結構人気あの有名だったんですねパン好きで有名なのかはいもうあの、はい、サンドの飯よりパンが好きっていう感じだったんですけど飯やんけ <laughs> <で> <laughs> まあそんな中ですね<う>ある女の子が<う>すごいこう興味深い非常に 鳥肌の立つ話をしてくれたんですがほ<う>まあそれがちょっといい話だったんですけれどもはい、はい、ある町にですね、うん、駆け落ちしした夫婦が引っ越してきます、うん、そこで、まあ、小さなパン屋さんを営むことになったんですがあっ違います違います違います。<laughs> おいしんぼい、ね、いちょっとおいしい棒よく分からないですけど <laughs> おいしい棒にそういう設定なんかあった気がするけどね <laughs> あそうなんですかいやだから昔っぽいなみたいな,なんかそんな感じがしましたけど、はいはい、まあおいしい棒もそういう話もあるでしょうでまあ引っ越し、まあ、夫婦が引っ越してきましたと <laughs> はい、はい、でやはりあの世の中そう甘くなくてですね、うん、まあなかなか繁盛しなかったわけですねあ<ら>でしばらく やはりあのお店オープンということでまあ忙しくてやりくりが大変で旦那さんがパンを作りながらまあ奥さんが家計を支えるまあレジ打ちをしながらというようなことでまあ忙しかったでその疲れがたたったのか奥さん病気になってしまうんですねで奥さん病気になって間もなくしてまあ奥さん亡くなってしまうんですね で旦那さんは、まあ、非常にショックを受けて、まあ、店を辞めようと思ったんですが、うん、まあせっかく2人で作ったお店なので、うん、まあ続けるんですね。うん、そうするとやはりあの町の中でもおしどり夫婦ということでまあ有名だったので、まあ、多くの方が、まあ、奥さんが亡くなった以降来てくれるようになりました。 はいはい、で前はあまり繁盛しなかったんですが奥さんが亡くなってから、はい、そこのパンが人気になって、はあ、飛ぶように売れるようになったんですね。<ー>でパンがいつも売れるようになって人気になったことからが結構取材も受けるようになって、うん、まあテレビから。 取材が来るようになって、うん、まあ撮影、インタビューされます。はい、こんなにこのお店のパン、すごくこう、生地、すごい独特のなんか美味しさがありますと。うん、この秘訣は何なんでしょうか、うん、と質問されると、旦那さんが、うん、普通え、何々が入ってる。 これは隠し味が何りですっていうふうな言うところを、すごい悲しげに、いや、これ実はですね、隠し味も何もないんですと。奥さんが亡くなる前からのレシピは別に僕何も変わったことはしておりません。しかし、唯一変わったことというのが、女房が亡くなって以降、いつも女房の過ごした 楽しかった日々を思い出しながらですね思い出にふけりながらいつもパンをこねていますとその私の思いがパンに伝わってそれを皆さんが感じ取って美味しいって言ってくれているのかもしれませんねというようなインタビューだったんですねで後日ですね時はしばらくしてその 旦那さんそのパン屋さんの旦那さん捕ままってしまうんですね、はい、んでその、うん、実はテレビを見ていた家族が、うん、奥さんが亡くなったっていうことは知らなかったわけですけど、はい、あらえうちの娘いつの間に亡くなってたのかとそんな話知らないぞということで<は>家族が、はい、どうやら警察に通報したらしいんですね。はい は駆け落ちしたので連絡が取れなかったとああそうかああいつだってなったわけですねそうですそうですそので警察が調べたところ、うんうん、まあいろいろ調査が入って判明した罪状というのがですね実は、はい、その旦那さん、はい、奥さんが、まあ、病気で、まあ、家で面倒を見ていたんですが、うん 亡くなった奥さんを冷蔵庫にお店の冷蔵庫に保管しておいて毎朝仕込みの時にその奥さんを見ながら涙を流しながらパンをこねていたその旦那さんの悲しみの涙がパンの隠し味になっていたようなんですねどうやら。 その話を私聞いた時に何かこう複雑な気持ちになったんですね。はい、で当時私これ大学生だったんですけど、はい、まあ大学が高田の馬場にあったんですけど高田の馬場って結構外人さんが多くて、はい、で大学もあの結構外人が多い大学なんですよ、はい。なものでですね結構駅周辺に当時あのインド料理っていうんですかねなんと。 はい、あのインドカレーのお店がいっぱいあるんですけどはい、はい、パンから波及して当時ものすごく僕インド料理に凝ってたんですよ。はい、でもうあの時間があるたんびに結構あの学生会ってあの値段が安いので結構はしごしたりしてたんですけど、はい、で自分でなんとか作ったりして、ね、結構レシピとかをお店の人に聞いたりして自分で作ったりとかして結構ハマってた時期があって。はあ、である あの駅からちょっと離れたところに窓越しにナンをあのその本場の人がこねてるお店があるんですよあのまさにまあナンを作ってるのが見えますよっていう,もうライブでナンをこねてるとこが見えて奥にあのまあえ食べるスペースがあるっていうでそこのお店に入った時に「いやここおいしいですね」と。 こうか味隠しなんかどレシピ教えてくださいって言ってまあなかなか教えてくれないんでそうですねであと何言ってるかちょっとよくわから日本語よく分からなかったりするので、うん、ああまあ,あやっぱ聞けないまあやっ,ぱやっぱ本番の人が作ると美味しいんだなっていう感じだったんですねうん、うん、である日何気なくその同じお店の前を通った時にうん ランチ無料ってて書いてあるんですよ、うん、はランチ無料あの学生の時って皆さんご存知だと思うんですけどまあ金ないんですよ。うん、あまりないのでもうそれいやランチ無料だったら全然いやいや入るでしょうと思って入って「いやすみませんこれランチ無料」って書いてあるんですけど、うん、これ本当に大丈夫ですか?「ああもう大丈夫ですよ」と。うん、食べててくださいっていうことで、うん、あなんか入って。 いつものランチが無料で食べれていや相変わらずこのナンおいしいなーと思いながら、うん、ごちそうさまでしたと、まあ、爪妻うじをねこうやりながら、まあ、信号もああごちそうさまでしたーって信号を渡って、うん、で次の信号を渡ろうとまたちょっと待ってたらですね、うん、あの今まさにそのナンをこねてる人が、うん、タッ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 タってこう外出てきて。うん 目の前がロカタの、あのー、排水溝があるんですよアミアのね、うん、よく見る、うん、そこめがけて、うん、鼻チンしてるんですよ、うん、パッ鼻チンパ鼻チンってやってるんですね鼻,鼻チンって鼻チンって <laughs> あのー、ティッシュを使わずに鼻を噛んでるんですあピッピッってやってるんですねそうですパって鼻水バッって出して鳥の糞みたいにこうパッ、うん ッて鼻水を出して、うん、鼻拭いて、うん、手で、うん、でまた何事もなかったかのように難をこねるところに入ってまた難を作ってるんですね。うん、それを見た時に、うん、ああなるほどと、うん、やはり本場の人が作る難の違い、うん、日本人が作るこの違いの隠し味は何だったのかな と思ったときに <laughs> その友人から聞いた話がフラッシュバックのように戻り、うん、背筋がゾッとしたというお話でございますありがとうございましたいやいやなんとも食欲をがなくなるお話 <laughs> <laughs> パンが好きってえ本当にパン好き 大好きです。<laughs> <laughs> そう本当にパン好きです。パン大好きですね。<う>私はそう,そうですかね。なんか、はい、そうなのってそれを踏まえた上でもパン好き <laughs> 大好きです。あ <laughs> <laughs> まあもちろんそのねよく福岡でもよくあったんですよ。あの<え>めちゃくちゃ売れてるラーメン屋豚骨ラーメン屋さん。 ええ、の周りには猫がいないっていう。えなんでかっていうと、はいえー、猫で出し取ってるっていう話、噂が広がるえ怖怖ってなるじゃないですか。でも本当にね、ね周りに猫いないところはね、うまいんですよ。って、本当にそういう、そのほんなんかほ本家本元じゃないけど、 何、はい、かねそう言われるところに行ったんですけどマジ猫いなくてめっちゃうまかったんですけどそれを聞こそ,それはほら本んとにえー、っと、えー、中国どっかだったっけね人肉まんじゅうって言ってほんと事件があったりだとかあそうなんですか、うん、あ,あるしだそういうのもあってなんかそういうまあ えー、半,分う半分以上冗談ですけど100%に近いぐらい冗談なんでしょうけどそこの店主がね「いや猫,つあの猫いないだろう」って,ってうち猫で出しとってんだ」って本当にやばい昔の人間はそういうやつらばっかだからもう本当、ね、ごめんなさいねこれ本当にシャレにならないんだけど本当にね好きな人とかはいるから怒られるかもしれない <laughs> 本当にそういうことを冗談で言うやっからいやおっさんがいっぱいいたの。 <で>なるほどそうだけど本当にいねえなあって <laughs> どうっていうのはあったけどまあそれはなんかく対処ししてんでしょうけどねそうですねこれあの、うん、僕あの結構学生の時にあの頻繁にあの海外に行ってたんですよ、うん、あ旅行で、うん、であの本当に驚くほどまあアメリカだったんですけど、うん、駅とかあの街歩いてるとうん あの普通にティッシュ使わないで鼻かんでる人って多いんですよ。うん、いますねであのこ冗談抜きであの、うん、日本の何の何て言うんでしょうあの本場の人に聞くと、うん、あの土が入ってるぐらいじゃないと美味しくないって言うんですよ。うん、<laughs> それが本場だって言うんですよ。だから日本人は清潔すぎるから美味しくないって、うん、真面目に言,言われた時があって。 だからやっぱこうなんかね<ー>そういうのもそうなあるのかな <laughs> みたいな。いや <laughs> あのー、それそれで言うんであればこれちょっと品名は言えないんですけど、はい、ある食べ物が、はい、こ,のこの世から消えたんですよ。掃じ、えー、て言えばそのジャンルはいっぱいあるんですよ。 はいだから美味しいと言われてたものがそのある方が作っていたそのジャンルが、ええ、まあその方があの亡くなっちゃったりとかでそういうや、まあ、めてしまったというかもう作れなくなっちゃったんですよねだからそれがもう食べれなくなったんですよ。はい、なんですけどやっぱそれをこう,、ま、た食べたいと思う人いるわけじゃなんでそれをこう再現しようと頑張った人がいるんですよね。はいで頑張って 結果かなりそれに近いものがが出来上がってまた人気はなんですけどこの一番最初にもう作れなくなったものと、はい、後に作られたものっていうのが、はい、かなり頑張って近似値は出てんだけどやっぱりあの味はやっぱ超えられないよねってなるんですけど、はい、この新しいものを作る際に。 はい、そもそもの最初のこう、えー、素材あるわけじゃないですか、はい、でそれを自分は持ってたんですよねやっぱずっとこう食べてたりしてたから<う>持ってたからこれを分析してっていうところに行くわけですよ。はいはい、その結果、はい、今この時代には入ってちゃいけないものが <laughs> 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 めちゃめちゃ入ってたんですって。 気になる <laughs> だから今この時代では今この時代っていうかい今の時代じゃないですけどこの時代ではまあ昔の話なんでねこの時代ではその時代ではこ,これは使っちゃいけないとか何でこれが入ってんのって <laughs> 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 いうものがワンサが入ってたから、あのー、今この字で作るんだったら多分もうこれが近日値うこれ作っちゃダメだろうって。 いすかげえ何それ超きて。<laughs> っていうのがあってでそのそれはまた人気になってるんですけど、はあ、最初のはもう食べれないへえ<ー>、ね、んだろうそれうあるんですよ本当に結構辛ラト食通なんで <laughs> ああぜひ今度ライブ配信で、はあ、はい。 <laughs> よろしくお願いします。何を <laughs> それを金地 <laughs> をなあき金時金時？なんの金時の方その僕は作れないですよそんなもん。あ作れないです、ね、無理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 です無理です。です <laughs> あそういうものなんですね。絶対に無理です。めちゃくちゃ気になる百パーセント無理なものなんで、だだだからその人も価格分析かけたんですよ。 何かのレシピがあってそれが作れるんだったらそんなもんしなくていいんですから。えー、すごいですね。そもそもあまたあるんですけど、そのジャンルにはいろんなものがあるんですけど、<laughs> えー、もう、えー、っと、唯一無二のものなんですよ、それって。そのジャンルにはいるけど。えー、すごいっすね。うん、だからもう でしかももう誰このこれを知ってる人間はこれは普通じゃないって分かってるから, <laughs> だからレシピもなけりゃ何にもないんですよ何が入ってるかも分かんないんですよえー、すごい今度あの、うん、オフラインライブとかでそれやったらウケるんじゃないですかいやです <laughs> これはちょっとまあこういうものがあ,あるよっていう。 なるほど、はい。そういうのがあるんですよ。さすが川田さんです。本当ごごく一部の人しか知らないでしょうけどね、どこれ。はあ、なるほど、うん、なるほど。本当、多分聞いたこともないと思いますけど、ま聞いたことはあるか。聞いたことはあるけど。あ、そうなんですね。知る人ぞ知る系統じゃないですかね。多分、でもファンは多いはず。<laughs> いい、謎なぞみたいですね、すごいですね。ね。 なる,なるほど。なるほど。そういうのとかはやっぱ知らないところで、まあ繁盛店とかもなんかどっちかというとこう。ネガキャン的な部分もあるじゃないですか。ネガキャンってなんですか？ネガティブキャンペーン？ああ、言ったらその繁盛してるところを周りがあそこなんかそういうのやってるらしいよ。とか。ああ、なるほど。なるほど落とすための噂を広めるって結構あったりするんですよね？ よくあれですよね、あのー、うなぎのかば焼きの秘伝のタレのあれそこ見てみたらゴキブリが死んでたとか <laughs> そういうなんか普通のあれじゃ出せないだしみたいな <laughs> あまあなんかねか着色料としてジオとかねなんかそういうのもあったりしますけど <laughs> まあなんかそういうのもある種。 なんかネガキャン的なところはあったりすんのか,なんかもう本当、一人歩きして都市伝説化しちゃってるみたいなのはあるんでしょうけどまあでも、なんかいそれ思う思った時におかんが握る握り飯うまかったなとか確確かに確かにおっしゃる通りですねお,、うん、お袋の味超えられないってそういうことかもしれないですねね。多分ねう なんか妙に妙におかんが作る蒸しパンが妙にうまかったとかねああ、なるほどなるほど <laughs> そうですねおばあちゃんが握るおにぎりとか美味しいですねそうなんですよ <laughs> なるほどなるほどそういうのあんじゃないのかなって、うん、なるほどそうだから峠の峠道とかよくバイクとかで走ったりなんか廃墟だ心霊スポットだって僕しょっちゅう行きますけどええ やっぱなんかこじまりした飯屋に入りたくなるんですよね。ああ、そうですね。あ,ですあの雰囲気ありますよね。そうなんですよ。だからその雰囲気込みとじいちゃんばあちゃんがなんかやってるようなお店ってなんかもうあこれだなっていう味を出してくるんですよね。<laughs> そうですね。わかりますそれ。別にさとんでもなくうまいわけじゃないんだけど。そうですね。はーっていうなんか全部の疲れがなんか飛ぶというか。 わか,かそこがなんかこうありますよねあるある感覚というかうただもちろんねその,じその事件で何で冷蔵そのなくなることになってしまって何で冷蔵庫に入れてるのか知らんけど泣くならやめろやって話だけ泣く,くならそんなとこ入れとくんなよって話だけどそうですねやっぱあのなんかこの間テレビで見てたら、うん、あのー 家ついてえいいですか。で、あのテレビ見てたら、家についてて冷蔵庫開けたら何が入ってたと思います。豚の頭。違います。え、なんなんでしょ。猫の遺体が入ってたんですよ。これマジですよ。これマジです。で、あのカメラマンなんでそれ放送したん。いやですよね。でカメラマンの人が、これなんで猫の死体なんて入ってるんですかって言ったら、いやもう。 あの別、ー、れたくないから、うん、ずっと冷蔵庫にしまったままなんです。まあこ,<わ>これガチですよ。わかるよ <laughs> お。気持ちはわからんでもないけど、<laughs> あいや気持ちはわからんでもないけど、<laughs> それはそっとしといたれやって思うけどね。そうです。まあ世の中いろんな人いますよね。いやまあそ,そうそうやっぱ動物飼ってるとね、なんか気持ちはわからんでもないけど。 怖いよね。ちょ,ちょっとすごいですよね,ね。なんか現実的な問題もあるしね、感染症とか。いやそうですよ。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。んなんだろうな。<laughs> 手だかしてやるなよそんなもん。 あ,いやありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。次回はあの、こういう話をさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもです。はい、失礼いたします。はい友達から聞いたお話なんですけど、はい。ちょっと、まあ、いまいち、その、どういうことだったのかっていうのはよく分かってないんですが、はい。えっと、その友達、えっと、実家が山梨の方なんですけど、うん、えっと、よくその、高校時代に東京の方に遊びに うん、で、えっと、終電を逃すことが結構あったんですね。はいはい、で山梨の、あのー、富士富士,富士五湖というかあ,あの辺りなので終電が新宿からだと多分9時。 とかなんですよ9時とかに出ないと間に,あの間に合わないっていうことなんですけど、うん、ちょっと逃してしまって友達とその時はどうやら行ってたみたいなんですけど、うん、でどうしようかなってなった時にあの高速バスだったら10時半ぐらいのがあると。で、うんえっと、高速バス使って、うん、えって、と。まあ 家の方に帰るってなったんですけど、はい、あの高速バスの,そのバス停っていうのが、高速道路のバス停なので、うん、そこから家まであの、電車ももうないんですけど、歩いて多分40分くらいかかる。うん、なのであの、ちょっとタクシーを3人で行ってたんですけど、タクシーみんなで割り勘していこうっていうことになって、うん で、友達と三人で、あのタクシーを呼んで、うん、で、タクシーで、こう、まあ、その、地元は地元なので、見慣れた風景なんですけど、はいこう、その友達が、えっと、助手席に座って、二、うん、人が、えっと、後ろの席で、ってこう、帰ってたんですけど、はい、10分ぐらい、えー、走ってたら、あの、後ろの友達なんかもう寝ちゃってたみたいなんですけど、うん その助手席に乗っている友達は、あの、特にすあのスマホとか見ずに、携帯とか見ずに前、前をずっと見てたんですね。で、うん、全然車とかも通ってないんですけど、うん、急に目の前に子供がバッて飛び出してきた。うん、で、うわっと思って、うん、その友達はもうやばってなって目をつぶったらしいんですね。うん、で、運転手さんは当然、 急ブレーキキーって踏んで、もう完全にその友達が言うには、もう完全に跳ねたというか突っ込んだと思ったらしいんですけど、うん、急ブレーキしただけで、うん、なんかそのドーンとかっていうそういう音も一切なかった。はいはい、で、え、弾いたよなと思いながら目を開けて、うん、で、隣運転手さん見たら、 わ、みたいな顔をしてるんですけど。はいはい。で、まあ、そのままタクシー止まって、うん、まあ、引き,引きましたよね、みたいな感じの、うんうん、あの、目をしたら、うんちょ、ちょっと見てきます、みたいな。で、衝撃は一切なかった。その急ブレーキの衝撃だけで、うん、衝撃は一切なかったんですけど、その、運転手さんが、この、前とか周り、うん、いろいろこう見て、 うん、で、いやん、ない、何もないですね、みたいな感じで戻ってきて。うん、でえ、じゃあ、今見たのはなんだっ、本当にあの、小学校、多分、<laughs> 小学生くらいの子供がバッて飛び出してきたと思って目をつぶったら、うん、いなくなってたというか。うん、で、 運転手さんも急ブレーキかけてるんで、二、うん、人はみ、見てるというか、はい、でもあ、後ろの友達はその、その急ブレーキの衝撃でちょっと、うん、え、なんで止まったのみたいな感じになってたぐらいなんですけど、うん、ただなんか、その、外に出たりも特にせずに、あのー、そのまま運転手さんは、なんか、これは多分、その、聞いた感じな、その、 見た感じの反応をそのまま聞いたんですけど、なんか慣れてる感じがしたというか、うん、なんかよくあるよねみたいな感じの雰囲気で、うんうん、多分大丈夫だと思うんで行きましょうみたいな感じで、うんうん、そのままあのー、なんていうんですか、あの、タクシーは進んでおうちに帰ったっていうお話です。うん その、飛び出してきた場所って、はい、えこ、これ、これごめんなさい。東京でしたっけ山梨ですたっけえー、っと、場所は山梨山梨か。じゃあもうかん、全然関係ないよな。あの全然、はい。神奈川に、有名な場所があったんですよ。はい、その、はい、昔、このそのちっちゃい子じゃないんですけど、高校ぐらい、はい、高校生ぐらいなんですけど、そこで、 えー、純一君っていう方が車に轢かれて亡くなったんですけど、はい、それ以降ずっとその道路に純一君が飛び出してくるんですってああ<ー>でそこでもうあまりに目撃例があるからもう死なないで純一って釜が立ったんですよあなんか聞いたことがあるような、はい、有名なあの善場トンネルっていう付近なんですけどね<ー>神奈川県の、はい、そう そういう系統だったりするのかなって思うけど、はい、そこがどういう場所なのかがちょっと分からないのであなのでその話を聞いた時に、うん、一応なんかそういう話はよくあると思うんで自分があの聞いたんですその辺でなんかその小学生が事故に遭ったとかそういうのあったって聞いたんですけどいや多分その あの地元だったんですけど、いや、特にそういうのはないけどね、みたいな。うん、あので、そのお父さんとかお母さんに、昔こういうのあったみたいなのを、なんかちょっと聞いてもらったんですけど、別に聞いたことないよ、みたいな、小学生がひかれたとか、そういう事故とかはなかったと思うよ、みたいな感じで話は終わったんですけど。うんうん、じゃあ、もう本当に何もないのか。 何もないところに小学生がでも運転手さんも、うん、その友達も二人で見てるんで二、うん、人で見てるというかまあ多分見てると思うので、うん、な,んなんだったのかもうか周りは探すわけですよね <laughs> おそらくだけどそうです、ね、その車の下も探すだろうし周りも探すだろうし、はい いやでも衝撃も何にもないからねえどうするべきなんだろうなってなりますよね。そうですよねうん警察呼んだ都庭ってどうなんだろうこの場合ってどうするべきなんだろうね。<laughs> <laughs> いや明らかに「ドーン」があって何もないってなったら、はいはい、いやこれはさすがに呼ばないとってなると思うんですけど。<laughs> はい、衝撃があってとかそこもへこみがあったりだとか、はい、まあへこみなくてもドーンの音でなんかもしかしたらっていうこともあるから一旦ちょっと現場検証してもらいましょうかっていうのはあるかもしれないけど、はい、どうなんだろうねこういう場合とかってまあちょっとでも何にもないから行くかもしゃあないっちゃしゃーないのかなどうなんだろうな <laughs> そうなんですよね。<ー>だから まあただ、うん、そ妙になんか運転手さんはなんか慣れてる感じというか。うん、あじゃあ、あるあるああるるなのか分かんないんですけど、ただあの、まあ、時間も多分12時過ぎてるくらいで、全然、その周りあの、2車線というか対向車線とこっちの車線との、うん。 あの別に広くもない道路で,、うん、で車も通ってなかったタイミングだったので良かったというかうん、うん、後ろにその車とかがいたら事故になってたかもしれないですけどあ、まあ、急ブレーキでねもしかしたらでも本当にそのタクシー以外そこの道には何もなかったので何だったらちょっと軽くコツンぐらいの丘も掘られましたとかの方が はい、警察がっつり呼べるからそう,そうですね <laughs>、まあまあ、どっちにしたって呼んだ方がまあいいのかもしんないけど、まあ、判断分かれちゃうよな多分普通<う>普通に判断するならばだってここで呼んだとてって多分判断する人もいると思うけどでも、はい、その方がまあ精神安定上は確かにいいよねそうですよねでもま、うん、だ当時高校生だったっていうのもあって、うん、あんまりその。 車のの事故の、うんまあ、知識というか知識もないですしなんかあんまりタクシーの運転手さんにこうした方がいいんじゃないですかともなんか言いづらいというか、まあ、そうか、まあね、妙にその慣れてる感じだったんで <laughs> あの、ま、任せて、うん、まあしたっていう感じですかね。どどっち方面で慣れてるるかによるけどねあそうですよね、うん。そういう事故なんてあるからとかっていうんだったら相当やべえやつですけど。<laughs> <laughs> <laughs> ここでよく見るとかっていうんだったらああって察するしかないのかなとかそうですよね<や>ただそんなに、はい、ど,いやどっちも見てるからなっていうねいやそうそこが一番その <laughs> 2二人見てたら多分そうなんじゃないかみたいな感じが、うん、まず事故を疑って探したけど読んどこうかってそれはもう その運転手さんんが先導しないといけないいいとけですもんねそうですよねうん。いやこれはまあどうなんだろうないやまあでもそうねいやーどなんかいろんな意味で怖いな。<laughs> <laughs> その状況に自分が陥ったって考えた時ってもうどうして、はい、も頭ぐる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 回るんだろうけど。 たぶ<分>、うん呼んだ方がいいですよね、それは。いそ,その場合は、まあその、いろいろ考えて、まあいいやってなる人もいそうだもん、しょ実際のところ。そうですよね、なんか、うん、その、何も害がないというか、ただ見ただけっていう、うん。だけど、それってもしかしたら全然別のことが起こってるかもしれない。 からちょっと一旦読ん呼んどくかって、はいろいろ安心したいのもあるし呼ぶかどうなんだろうなそれはその人は慣れてたかもしんないけどただただそんな状況も分からずに「いや人、はい、弾いた?え」でもえしょなんか音も何も音何なかったしえー、って言ってそのまま何もせず発信するタクシーが一番怖かったんじゃないかな。 これはそ,そ,その高校生の時代にそんなのなんて成人したら「いやいやいやちょっと」とかって言うかもしれないけどもう何も言うことができないままをこのタクシーに乗ってメーター上がっていくのを眺めるぐらいしか <laughs> いや,やりようがないそのなんかえたいの知れない恐怖感というかはいたまらんですね。 だから逆にその今になって怖くなったというかははははいはいはい、はい当時はなんかお化けが出たぐらいの怖さだったんですけど、うんうん、なんか変な罪悪感みたいなことじゃないですかは<その笑>はい、はい多分恐怖ってそのお化け的な恐怖もプラスあの時何ですなんかそ行動としてはこうした方が良かったんじゃないのかああした方が良かったんじゃないの,ないのかとかっていうなんか。 罪悪感みたいな、はい、恐怖なんでしょうね。たぶだからそのもし目をつぶらず見てたらどうなったのかっていうのはります。うそうね目つぶらずにそうなったらその本当に当たる瞬間というか接触する瞬間みたいなひょ、はい、っとしたら目は合ってたかもしれないし。そそうですよねそれも 考えるとでも運転手さんは見てるわけじゃないですか。うん、だからこそじゃないですかね。ああなるほど。うん、見て運転手さんはちゃんと見てて、うん、なんか大丈夫そうな要素があったのか。うんうん、そのままねその運転手さん見ててスーンって車の中通り過ぎていくその子見たかもしれないし。えそうですよね。うん だからその後ろの友達は寝てたので、うん、寝てたというか多分目つぶってたというかなので見てるのは運転手さんだけなんですよね、うん、いやーどうなんでしょうねー <laughs> <laughs> これは <laughs> これはまあうん もうねその昔のことだし、はい、別にその人がやったわけじゃないからね、この話してくれた方が何かしたわけじゃないから、ね、別にどうこう言うこともないんでしょうけど、はい、複雑なな気分だろうなそうですよね<ー>それ以来、あの東京出たときはちゃんと終電は逃さないようになったって言ってましたけど。<laughs> そ,そうですね <laughs> <laughs> まあなんなら深夜バス出てるからそれでもいいんだけどね本当に <laughs> ね実際たちょっとタクシーはそうねその場その場合タクシーで帰れないですね <laughs> はいちょっとね同じ道通るかもしれないしそうですよねういや,そういやありがとうございますいやとんでもないですありがとうございます <laughs> またよろしくお願いしますはい失礼します、はい、私服飾をやっておりましてほう 副業か副,あ副業ね、はいはい、副業ねはい、はい、をやっておりまして、うん、えっとまあたまに営業に行くんですよ。うんうん、で、えー、その営業に行くと私ほらあのー、ねシャイなちょっと喋りべりべた嫌ないですか。<laughs> まあ今めちゃめちゃ噛んだから喋りベタではあるのかもしれないですけどね。<laughs> <laughs> 喋りベタを噛んだからね今ねそう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 そ<ー>シャイでちょっとね,ね初めての人と喋れないんですよ、はい、ねえかわいそうなねか弱い子なのでねある意味かわいそうですねでは？<laughs> <laughs> いいよその小ネタ入れなくて <laughs> あそうあそう あ,あ、そうそう。<laughs> で、はい、じゃ、あ違うのよ。もう明日までに終わらせなきゃいけない仕事もう今日寝れるかどうかわかんねいんで。全然知らないですけど。<laughs> 知ったこっちゃないですよね。うん、すみません。それこそ、全然知ったこっちゃない。<で>はい。はい。で、まあ、ちょっと、こう、喋るのが、なんか、下手なんで。うん、なんか、ネタがあった方がいいかなと思って。はい。 名刺に趣味階段って書いてるんですね <laughs>、はい、ああなるほどあそれありだねでしょでも俺出会う人間基本的に全員階段好きなんで<お>うん <laughs> <laughs> でしょうねって言われるだけだから <laughs> うんまあそれはまあ、うん、そうしょうがない全然他業種の人と会うことなんてないですからね確かに うん、階段好きな他業種の人はいるけど基本的にそうなんだ渡す意味ってあんまないんだよねご存じ上げてますだからでもまあそういう仕事し,したりしたらそういうのは効果的でしょうねそう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 、うん、そうなんです、うん、で、うん、あの結構ねおっちゃん相手が多いんですよ、うん、その仕事もらえるのがうんで、まあ 5 6 0のおじちゃんが、うん、そういうの見ると「ああななんか好きなの?」とか言って「でああよく聞くの好きですね」って何かありますかって言って言うと、うんうん、結構ノリノリで喋ってくれるおっちゃん多いんですよね。でこの間聞いた話なんですけどそ、うん、のおじちゃんはえー、っと なんて言のまあい,いやあのマンションのカタログパンフレットを作る仕事をしていまして、うん、でえー、っとそのマンションのえー、っと、まあ、写真撮りから何からして、うんうん、でえー、っとこういう日程で決めてってでデザイナーに振って。 ライターに振ってっていうような、まあ、まとめ役みたいな仕事をしてる人なんですけど、うん、カタログの。うん、で、えーとまあ、写真撮りとか同行しなきゃいけない時があるんですって。で、えー、となんかそこそれが、えー、とそのたまたまその時の写真撮りが。うん えと本体じゃなくてモデルルームでえーとトイレとかキッチン周りとかの写真を撮りましょうっていうスケジューリングになってたんですってでたまにまあそういうのがあるらしいんですよね。なんかあの別の写真使って前に立てた写真とか使う場合も多いんだけどたまになんかそういうのもあるらしくて。 でなんかその写真を撮るっていう話になった時に、うん、なんかカメラマンさんが「ここを撮っていいんすか?」って言い始めたんですって。うんってことでまあおっさんはまあ何も感じないし。うん 何があるのかもまあ分かんないから、うん、だからいや取っていいんじゃないのって言って普通にその何て言うのかなえー、っと今立ってる駐車場あ今立ってるマンションの駐車場の一部を借りてモデルルームを作っ、うん、プレハブのねモデルルームを作っていうような状態、うん、よくあるやつなんですけどはい、はい、だから まあ別に何があるってわけでもないところに建ててる普通に駐車場の上に建ててるだけだから、うん、なんか言われはあるわけでもないんですけど、うん、そのカメラマンは「ここ撮っていいんすかね?」って言うんですって。うーんで。 カメラさん、カメラマンさんなんか見える人なんですかって言ったら、いや、そういうわけじゃないんですけど、うん。つって、これって、指さしたものがあって、うん。その、プレハブの右端のところに、うん、うーんと、 3 0 × 5 0ンチぐらいの長細い石があったんですって。うん、うん、なな長細い石、うん、岩岩岩というな長細いやつがあったんですって。うん石だか岩だか、うんうん、えー、幅が3 0ンチぐらい。うん 高さが50センチぐらい、うん、で厚みが10センチぐらい、うん、でなんか書いてあるんですって、うん、何かが書いてあるんですって、うん、で同素人ってわけでもないらしいんですよ。うんうん、なんか 墓石に見えませんってカメラマンさん言ってきて <laughs> で「<ー>いや言うて駐車場に墓石なんか置かないでしょ」<ー>でもなんかね「<laughs> ねこんなところにこんな置きます?」って言って、うん、まあ うーん,なんかこういうの別に感じる人間じゃないんですけど、うん、こういうのがあるところで撮るっていうのはやっぱちょっと気分悪いですよねはははみたいな感じのカメラマンさんだったんですよ。うん、でまあまあそう冗談言いながら撮ってたんですけど、うん、本当にその墓石の方向を向けると。うん うん。でその墓石の方向っていうのが、うん、たまたまトイレのモデルがあったとこらしいんですけどトイレのモデルそうそうそうあモデルルームでああトイレこんな感じになりますよみたいな部屋の配置的にね。うん こんなな感じになりますよっていうそのモデルのお部屋があったとこなんですけど、うん、そのトイレの中から手が出てるんですって。写真にそう <laughs> <laughs>、うん それ逆に受けるわみたいな写真だったらしいんですよ<中>そおっちゃんいわく。ちゅうかその墓石のようなものでしょそ墓石のようなものが隣にある<で>外にあるその隣の部屋が、うん、まあ壁,壁挟んで隣の部屋がトイレ。<laughs> そのいやそのお墓が映ってるのはまあ,まあいいとしましょうよ、はい、まあね。だけど いやトイレ関係ないやんって <laughs> そうだからトイレが隣なだけですね。ねだから、うん、墓の周りで何か起こるならまだしもはい出方すよって話じゃないそう,<あ>そうだから多分 <laughs> 一番近い穴がトイレの穴だったからそっから穴探してんのわ <laughs> かんないけど穴探しなの穴探しなのかな出るとこ探してんのかな写真の中で わかんないですけどね <laughs> だ心霊写真のことをよくわかっている例なのかなおなんかねトイ,トイレのトイレから手が出てるんですって。<laughs> はあ、でまあさすがにそれは使えないからっつって同じ会社さんの同じトイレ、うん、これだったら似てるから使っても大丈夫でしょうってトイレ使いますってことになって。うん そこを使ったらしいんですけど、うん、でそこの話があって、うん、でそこから遡って、うんえー、今立ってるマンションの駐車場にモデルルームがあったって話したじゃないですかはい、はい、その立ってるマンションを建てる時、うんうん うん、だ何年か前にその建てる今建てるマンションを建てる時があったんですけどはい、はい、建てる時にある事件が起きてたんですって。ほ<う>はい、でそれっていうのがまあもともと住んでた人がちょっとご寝たらしいんですよ。うんうん、でまあ いいろろあってでうまく話はまあ一応進んで立てれる話になりましたと、うん、なったんだけど、うん、あの墓石らしき墓石らしきその石、うん、はその前の持ち主のものらしいんですって。うんああなるほど。で なんかどうしてかわかんないけどその場に置きっぱになってるんですって普通に駐車場とか作る時に持ってきゃいい話なのになぜか置きっぱなんですって、うん、でしかもそのマンション建てる時に地鎮祭やるんじゃないですか、うん、でその地鎮祭やってなんかあの四角い 何ていうかしわみたいなあの葉っぱ立ててお酒おみきをやってみたいな、うん、四角い枠みたいなのを<あ>土地の真ん中にあるじゃないですかあいま,、ね、ますよね、うん、あれをその自鎮祭やって何日かそのままにしときますよねよくわかんないんですけどその、うんうん、そのやった次の日に、うん そこに赤インクドバッてかけられてたんですって。でドバッてかけられてたんですって。で自演祭をやり直し,したんですって一応ちゃんと。で。 2回それやられたから計3回自賃祭やるはめになったんですって。誰かそこに何かを立てることを今日。あそうでその、うん、まあかけた人ううん,うん、うん、だ2回もそんなことがあったから貼って。うん で駆けに来たとことっ捕まえたんですけどはい、はい、そのごねてた人お<う>だからもともとそこに住んでた人がやったらしいあ。でちゃんとうんちゃんとご用になったんですけどうん、うん、そこはちゃんとご用にはなってるんですけど。うん そういう話があったところで、うん、トイレから出てくる手の写真が撮れたよっていう、うん、お話です。とその土地そもそもじゃあ土地に何かがあったのかそれっていうのって前の人のまあ所有,所有してたのか敷地にそもそもあったのかとかあ石ですか、うん

同窓生の石っぽいイメージっておっちゃんは言ってた、うん。サイズって何つってましたっけど、厚さ十センチで。えっと、厚さ十センチぐらいで、うん、幅が三十センチぐらいで。うん、高さ五十センチぐらい。ああ、な、微妙なとこだな。失 <laughs> 格いんでしょう。失格いの。ああ。まあ、四角の同窓生。 ってあったっけど、なんかい岩岩削岩切りましたみたいなのは同窓人とかでよく見ますけど、マス刻とかってあるのかな？なんかそもそもあんまりそういうの見ないからな、まあでもそういうのもあるのかな？わかんないですけど、うん、ちょっと小さめのひ<も>ひみたいな、あ,あ、そう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 ,そ,うそんな感じだと思います、きっと。ですよね。なんかそう見た目的に言うと、うん、でも何か書いてるんでしょ？ となんか書いててあってでも何か書いてあるかなぐらいもう多分時間経過がもう古いやつだから分かんないんだけど<ー>なんか、うん、見ようによっちゃ破壊しに見えるよねってカメラマンさんがやってたから。破壊十厚さ1 0ンチ高さ50幅30って。 ちっこいよね。破壊神してみたら、そんな別に大きいわけではないですよ、ね。破壊神。そんな薄い破壊しまあないしね。うん。あの、あるとしたら、その宗教的なようなものだったりとか、うん、結構スタイリッシュお墓多いじゃないですか、今。あ、はははは。うん。なんでそういうのとかでとか、今ならそのあるかもしれないけど。 そ,ういうそ,そこまでちっちゃい一部っていうそれだったらその今まこのお墓に入っている方々はこういう方々ですだったら分かるけどね。あるじゃないこの年月によってこう刻まれていくじゃないですか石に。はいはいはいや。よっぽど古いのとかだったらそういうのあるかもしれないですけどもちろんお家にお墓がある家も田舎の方とかは今でもあるから。 まあ畑の隣にね、うん、みたいなのありますもんね。ありますからもしかしたらその名残っていうかでもうーんそもそもあった家を解体する場合にそれ持ってくしね。ということはじゃあこの家の人がどうこうとかではなくてこれを手につけられなかった誰かがいる可能性もありますよね。 そうですね解体業だなんだとかそういう,こう途中途中何人もその間には入ってるはずだからに、うんうん、にしししててそこに新しい建建物を建てるわけでしょうだから<然>絶対だってもう駐車場にしてる時点でその石邪魔だからどかしますよねっていう話になると思うんですよ。うん、駐車場になってんのになんでまだあんのって話やん。 そう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 。<laughs> 駐車場にするからというか、駐車場になってんのに、なんでまだそこにあんのよって。そう、うん、そ、そこなんですよ。もともとな、なぜ、うん、っていうとか。うん、ということは、何人もの人間たちが、これをす、見過ごしてるわけでしょ邪魔なのに、うん。うん。そう、邪魔なのに。ただ、ただ一つ原因として考えられるのは、その撮った写真で、ここ。この、この石が映ると、何かが。 映るっていうのを。ただ、その写真ではない。別の何かを体験してる人がそこにいっぱいいたって考えると、うん、階段チックですよね。そうですね。うんだからそれが手つけられずに、もうどうしようもなく、そこに置いてある。そう、そうそう。うん、だからよくある。なんか触っちゃいけない。ご神木みたいな話。 に近くなってくるのかなって思ってるんですけど、ああ、まあ、そうね。まあ、そういうの,あの。まあそこまで大きい話じゃないのかもしれないけど。いや、でも、その大なり小なり、そういう、こう、なんだ、触るとどうこうみたいなのってあるじゃないですか。さっき呪いの木みたいなね、ご注目とかあるけど、はい,はいはい。めっちゃ触ったことあるけど、そういうのは。はい。あ、触ったんですか <laughs> 全。全然、全然、全然触りますけど。 さすがキャンセラー、うん、あのー、だけどまあその基本的に触っちゃいけないよって言われてるものじゃないですかそれって。そうですね、基本的には。だからその、うん、怖いの嫌いとかそういう人はそれを言われて基本そういうものに出くわすから目の目の当たりにするわけじゃないですか。うん だから触るわけないですよね、うん、何があるか分かんないしって。うん、でなんだったらこの逆のパターンもそういうの何も言われないで「これ触るとご利益があるみたいよ」って言って「ああそうなんだ」って触ってネタバレネタししなければ「あーいい気に触ったね」がいいことあるかなって思えるしけどネタバレしちゃったらプラスが完全にマイナスになっちゃうでしょ。 そうね、基本そういうの触っちゃいけないような運の観音があるんだったらこれ話はまた一個別で、はあ、あのなんか自分の中でのなんか暗示みたいなねはいようなものになると思うんですよう<ー>自己暗示っていうか「はい。ダメなんだ」って <laughs> そう言われてなかったらそうなるしそう言われたらそうなるしっていうのは自分でその方向性を、まあ、恐怖からくるもの ううんうん,うん,うん、うん、だけどこの石の場合って多分誰も何もこの椅子の説明はしてないじゃないですかそうねな、うん、なんでここにあるのかなぐらいにみんな思ってるんだと思います、うん、邪魔だなぐらいでしょだけどその何にも知らない状態で何かが起こってずっとここに放置されてるって考えたらその写真を撮ったっていうのが最終段階その見た確認したところで、はい、手がこれ撮った写真写んだよって手が出てきたみたいなのって うん、実際その人に今後何かが起こらないとも限らないし確かに撮った人間にねうんだからもうその話すんなって言われる可能性もあるしなんだったらその写真欲しいけどね <laughs> でも何だろうトイレから手って、うん、<笑>,笑っちゃわない逆にっていうところじゃないですか、うん、それ見てないんでしょ 私は見てないですよ。何んでも前の話でらしいですから、うん、おじちゃん曰く。トイレから手って、そう言うけど、はい、本当にトイレの便座からバって出てる姿なんて見えてないじゃない。角度違うから。え?。そのトイレだけ取ってるわけじゃないでしょ?。いや、トイレの、その小部屋を取ってるわけですよね。その。石がう、あの、映り込んでる状態ででしょ?。いや、違います、違います。 その場所でで写写ってないで写真にはそう写真には石は写ってなくってそのモデルルームの部屋の中からあ敷地内にそれがある場合に何かが写るってことそうかもしれないだそうですねきっとなんかでその石の隣にある大体いい位置してる部屋っていうのがその、ま、トイレになってた。 ですね、モデルルームを作り時に。で、えー、とカメラマンさんはそのモデルルームのプレハブの中に入ってプレハブの内側からトイレの小部屋を写真撮ってるんで石は写ってないです。あじゃあ本当に便器から出てん <laughs> そう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 いや,そ,いやそれそれはもうおかしいとかじゃないじゃんもう。 おかしいとかじゃないじゃんもう本本本本いや本本本気やん。<laughs> これおかしいなーじゃないやんもうこれマジやんけってなるやん。おかしいとかマジやんおかしかじや,んやんけすぎて <laughs> ちょっと笑えませんっていう。わそう笑うしかないかもね。<laughs> すげえなーって。<laughs> やばやばーってなりませんっていう。そんなの見たいよそんなもんあるんだったらね見たいけど。まあ。 何年も前の話ですからね、まあ、おじちゃん曰く実際そこに何その石があるから何かが映るってことはもうそれはもうそういうことなんじゃん。だから何を撮ったってなんか変なもんが映り込んで最終的なやつが手だったっていうようなことだと思うけどその話だったら、うん、こ,こ,にここに石があってこの敷地内で写真撮ったら変なものが映るんだよっていうことは他にもあったってことでしょ多分。じゃあなんんかそのカメラマンさんが見 えとなんか変な石があるねなんか気持ち悪いねって言ってたぐらいでその石の言われっていうのは誰も何も知らないんです。そうですよねということは、はい、今まで来てた人間もそんな噂もうんぬんするわけもなく<う>ただみんながこの石をなんか不気味だってここ取っていいんですかっていうのも多分、うん、今まで来た人間たちもそういう感覚はあったんじゃない 本能的にねなんか感覚みたいなものが、うん、多分あったんだと、うん、思うんですけどだからこれ動かしていいんすかって言ったら人間もいたかもしれないしああそのその時にね、うん、いやこそれはそれダメじゃねってですよねって、うん、触んない方がいいっすよねとかうん <laughs> とかなって でもうずっとそういうのが続くから、まあ、その動かすに動かさないといけないとか解体だとかそういうような工事現場の人だったらそういう言動になるかもしれないけどカメラマンだったら写していいんですかになるのはそうですよね。だからその業種によってこの石への捉え方が変わっていくんでしょうね。確かに。うん、そう。セリフは変われどで,でも 触れたくないのはみんな共通なのかもしれないですね。そうですね。うん、きっとなんか何かしらこれってっていうところが感じられちゃうんでしょうね。皆さん何かしらね。<laughs> うん。何かあるんでしょうね。うん。っていう意思。うん 共通認識なくて別々の人間が本当全然違う業者がそれぞれこの石に対して何か異フの念を感じるとかって、うん、マジモンかもしれないなとか思っちゃいますよね。そうですね。ああそう今今どうなってんだろうね。ちょっとね仕事振ってもらえそうかな振ってもらえたらきっ 聞いてみますけど、ちょっとねえ。もしまだ連絡先とかわかるんだったら。うん、なんかうん聞くのもありかもね。名刺にあなた階段って書いてるでしょ？趣味の階段って書きます <laughs>。そんな人間は行かなきゃでしょ <laughs>。私趣味階段で書いてますよね。 そそそそう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 分かってますよねって。<laughs> 分かって,ますよねってちょっとお聞かせ願いたいとこであるんですけど <laughs> って。<laughs> えっ、ー、ちょっと気になるよねそのなんだったら変なもんが地中から出てきたって話はあるけどああはあはあはあ。それはまだこう対応できた話じゃん。まあ地中からね <laughs> 出てきてるから、うん、何かしらどうとかしてる。 でしょうねきっと、うん、見つけた方々はそうねだからこれが対応したのか抗ったのかっていう <laughs> だからどっちなんだってもう埋めるしか術がなかったとか,<ー>かれそれすらもできないってよっぽどだよなって <laughs> まあこれ想像ですけどねずっと置いてあった。うん、うん ですからねうんなんかちょっと,ちょっとち、ね、違うんじゃないって思うけどね単純にただただそこに置かれてますっていうだけだったらいやとけろやって話だしうん <laughs> なんかちょっと理由があるんじゃないって思うよな。 とねそのペンキかけるようななか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 なヘビーな人だからそうねそれもあるよね、うんうん、そこもあるからなんかやっぱ邪魔したいというか、うん、あったんでしょうねそ先に進めたくない理由とかうん、うん それをまあそれをね明確に伝えてくれればいいのにね。ねい<え>大体こういうところに出てくる人って何も言わないんだよね。話がややこしくなるんだよね。 ああねうん分かります、うん、なんか <laughs> <laughs> よくありますよね兄ちゃんとかで変なおじいちゃんが何も言わなかったのに最終的に「お前あそこに行ったんか?」っつって怒り始めるみたいないやいやじゃあ「イっていう, <laughs> そう最初「言っとけや!」ってやつあの屋根裏から真っ黒いちっちゃいなんかお地蔵さんみたいな出てきたみたいな話覚えてる解体工事してたら真っ黒い <laughs>、はい お地蔵さんが出てきてなんじゃこれって思ってそれ握って出てきてそのいるものいらないもの分かんないからとりあえず入れてたらその土地の建物の解体の依頼主がやってきてそのお地蔵さん見て「何やってんだこれ触ったんか」っつってめちゃめちゃブチ切れたっていう話あんだけど先いいね。 それは解体してなんか出てきたらそれは仕分けしないといけないからそうなるでしょっていう当たり前の話なんだけどだけどその人たちはでもこれもねこれでしょうがないと思うんだよね。その人たちはそのことそ,それはダメなものっていうものをえまあ禁を破るっていうような駄目なことをやってるってなったらもう。 ああそうだなでも言ってないしな俺とかじゃないからもう全部すっ飛ばして行為に対しての行動に出るからやっちゃいけない行動した人間に全部すっ飛ばして「こら!」ってなるからしゃーないんだよねもうそういうそういうなんか、まま、<laughs> 人々いるからね。 そうねね、うん、なんすよ、ね、そうそうそうなんだよねだからしゃーない <laughs> と思わないといけないんだろうけどでもだかそうなるまでの理由があ,あるだろうから絶対に単純に工事反対とかって言ってる人じゃないじゃないのかなとかも思ったりするしね。うーん,うーん いやちょっろんな謎が謎を呼ぶけど数年前だったら何か1個2個こう解決してる部分があるかもしれないからちょっと、ま、機会があったらね聞いてみていただきたいところではありますね。仕事振ってもらえたら会えるので、うん、振ってもらえるようにお祈りしててください。ああ,はあ思い出したらやってきます。 じゃあ寝落ちしないように今日,今日はダメです今日はもう終わらせなきゃいけない仕事が山積みなので寝落ちはしないです、はい、大丈夫です、えー、僕は、ね、僕はぼっちぼっちし寝ますあー裏切り者を裏切り者 <laughs> <laughs> 約束した覚えがございませんが <laughs> <laughs> えっとじゃあ寝ないんであの明日中にこの続きを取材していただければ寝ないで僕はもう頑張って起きときますよ。あじゃあおおやすすみなさい疲れ様です <Nice. S 2> 高校の時の話なんでだいぶ前の話なんですけどいま、うん、だにこれがあの現実に起こったことなのかそれとも夢うつつで見間違えたのかなって。 っていうのが半然としないことがあって、はい、こういう話になっちゃうんですよはいはいこれはあの短い話なんですけれども、うん、ちょうどあの高校3年生の今ぐらいの時期なんですよあの体験したのが、うんはい、あのまあ高3のこの時期っていうともう受験の追い込みシーズンで、うん、まあ例に漏れず僕もあの選 センター試験当時センター試験と呼ばれてた、まあ、いわゆる共通一部試験ですかねそれの、まあ、追い込みの勉強を、まあ、夜1時2時ぐらいまでずっとしてた時期があって、うん、でまあその日もあの勉強をしてたわけですよ。うんうん、でまああの、まあ、英語のねあのなんか発音記号が面倒くせえとかもうなんだこの文法はみたいなこう愚痴を言いながら勉強するわけなんですけど。はい やっぱあの集中力って切れてくるもんで、うん、ちょっとあの一息入れようと思ってこう椅子の背もたれの方に体重をかけて、うん、要は上をこうグーッと見るような感じの大きい伸びをしたんですよ。うん、そうすると、まあ、天井をまあ自然と見るこ形になるんですけど。うん 僕の視線の先になんか見知らぬおじいちゃんんんの顔が浮かででるんですよね天井にポツンと見知らぬ全くあの知らないおじいちゃんの顔が浮かんでて、うん、目が合っちゃったんですよ。はあ、えこれは何って思うじゃないですか。<おう> <laughs> 全然見覚えのないおじいちゃんで。うん なんやろうと思って、あのー、34秒見つめ合ったらそのおじいちゃんがいきなりにっこり笑ってすごい柔らかい顔で笑って「うん、元気?」って一言言って「<laughs> 久しぶり?」って一言言って「っ、うん、て消えたんですよ、うん、久しぶり?」いや元気って聞かれたけど「誰?」みたいな感じになって。うん 一気に目が覚めたんですよね、はい、まあそこからあとはもうまあ疲れたんだろうっていうんでもう勉強をやめてすぐ寝たんですけれども、うん、一体あのおじいちゃんは誰だったのかというかそもそも実際に見たのかどうなのかっていう。<おー> <laughs> なんか幻追い込まれてるから <laughs> 追い込まれてるからおじいちゃんを見てしまったのかそれとも誰かに見られて本当に見られていたのか。 はあ、そもそも「久しぶり」って一体そうですよね。でまあ過去いつぐらいか分かんないけど会ったことがある人なんでしょう人時でも年配って考えると結構限られちゃいますよ、ね、そうですよね。でまあその頃うちの祖父はまだ存命で、はあ、全くあの。 ねえあの違う顔だったので近所の人とか親戚筋とかいろいろ思い出したんですけど全然見覚えないんですよ。誰ややったんやろみたんろみまあとんでもない説だと、はい、とんでもないことで考えると、えーえー、人違いってのもありますよ、ね。<laughs> <laughs> <laughs> ありそうそれ。<laughs> 向こうも向こうで人違いをするんじゃなかろうかっていうところで考えると<ー>話に出てくることってあるじゃないですか。そのただそひも解いていけばなんか関わりがあったのかなとかもあるけど。あの 向こうがこっちを別の人間と勘違いして接触してくるみたいなような話ってなんかゼロじゃない気がするんですよねなんかあるんですよね。ああなるほどなるほど <laughs> その一辺というかなんか,、まあ、か頑張ってる <laughs> ああ孫頑張っとるなーってでい,つのいつからかもしかしたらこのおじいちゃんは間違ってて <laughs> なるほど見に来たはいいけれども見に来たはいいけれど 今ギリギリだからいやちょっとこの,こ,このままだったらちょっとやばいかもな寝ちゃうかもしれない,ないや。疲れてちょっと寝切られたいなどうしようかなと思ってパッて目が合っちゃったからそこでいたの、えー、ああ見張ったと思っていろいろ考えた結果久しぶりって言う <laughs> 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 勘違いなのに <laughs> 勘違いなのに <laughs>。<laughs> あーその線も捨てきれないですよね。<laughs> いやこういうお茶目な例が例なのかどうなのかわかんないけどいてもいいんじゃないかなと思いますけどね。いや案外いるんじゃないかなとも思ったりするんですよね。ありますあります。あります お茶目な、うん、みんなお茶目やったらいいんですけどねそうですねまあ <laughs> 恨,み恨みとか忘れてうんただなんかそのあ,あまりにこういう出来事ってこそこに意味を考えるじゃないですかああそうですよね確かにねなんでもしかしたら絶対意味ない <laughs> 因果関係も何にもないただの何かその言うたら当たり合って でこっちに向かってくるやつは当たり屋だけど向こうがなんか何もしてきたいのになんであんなとこにいるんだろうってそこに何もしてこないからこそ、えー、へ変に深掘りをしなきゃってなる。<laughs> <laughs> <laughs> 無理く,無理くり、うんうん、怖いから <laughs> 説明したい説明が欲しいというか。 なるほどね、ああそうだったんだなって理解したいというか <laughs> でも結果言葉足らずに終わってしまうのは大半なわけですよねそ,そういうような気はしますよね <laughs> あってもそ,そういうのもあるんじゃないかなっていうのはいやー、うん、きっとあると思うんですよ、はい、まあディスコミュニケーションというか <laughs> <laughs> そうっすね しゃあないっちゃしゃあないですけどね向こうさんとの意思の疎通なんてなかなかねまあなかなかしか、まあ、できないこと,ことが基本ですからいやまあそうですよねまあ仮に相手が例だったとしたらという話です、ねうん、そうですねそこでねどちらさんですかって聞けないし <laughs> <laughs> こちらからこう問いかける間もなく消えちゃいましたからいやあのそういうのももしかしたらうそういう。 なんでしょうねあの、うん、こちらに干渉してくるならそれなりの筋通せって思いますよねまあねえ筋ねえ,えでもも,もうちょっと待ってみたいないそこじゃねえっていうそうも,もうちょっと話そう話ししようみたいなそうですね説明責任を果たしてほしいですよね発した言葉への説明責任 <laughs> これはてだっていろんな主語をすっ飛ばしてますからね そう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 なんですよ。高校高校があって久しぶりなんだよって。久しぶりだねってってい。僕はこうこういうもんでみたいな。うん、そこがね、名乗れと <laughs> ね、そうん、もう人としての礼儀を思い出してほしい。まあ <laughs> そうですね、まあでも、人としてのものは、ちょっとなかなか言えにくいですからね。まあまあ、そうですけど、でも仮にその幽霊だとしても、やっぱり人対人じゃないですか、結局は。元人と現人。元、ね、<laughs> そうなるんですそ<こ>よね。そこをね、やっぱりちゃんとしたあの線でつなぎたいですよそうすねそ、そこはね、<laughs> まあ自分がそうなってもそうありたいなと思います、ね、ありたいね確かにうん。 いやもう本当なんだったのかねまあ本当にもう変な幻でも見たのかなとはたまにそういうふうに思ったりもするんですけど、うんまあ、状態が状態だからそういうことなのかもしれないですけどですね、うん、ただものすごいリアリティあったんですよその顔にうんうん、うん、シとかも見えるわけでょですよそうしわとかもしっかりあるし、うん、なんかどことなしかあの竹中直人さんがあの年老いたみたいな顔をしてらしたんですよ あもう今の竹中直人さんみたいな感じなのかなじゃあぐらいですかね。もうちょい年取ったみたいな感じです、ね、じゃあ、大概だね。70。後半から。70、80ぐらい。そうですね。今、たぶん、あの方、65、70ぐらいでしたっけ。60中頃とかじゃないんですかね。ぐらいですか、ね。なので、本こに、もう、老人も。 かなりこう上の方に差し掛かってるような顔はされてたのでん、まあ、なんあだったかなという本当にねもう全然関係ないと思ってたけども実は何か関係があったとか <laughs> あるのかもしれないなと思うんですけどね、まあその言葉ちょっと意味深いからまあでも「探した」って出てこない向こ,う向こうは覚えてるけどこっちは覚えてないっていうこう普通に生きててもあるじゃないですか。 ああありり、ね、りままますすすねなのでまあそういうことなのかもしれないと思えば <laughs> でもなんか一個思うのはなんかそういう状態でなんか声かけなきゃなって <laughs> な思った誰かと思えば気も楽かなと <laughs>。いやまあそうですね。<laughs> 頑張ってくれたんだなって思った方がいい、うん、な。んかそういう気も頑張ったんかなっていうのを思えばまあそこは気は楽なんかなと思いますけども。 まあまあ、そうですね、悪意は感じなかった。あ、まあ、そうですね。ええ。もうちょっと頑張ろうって思いますよね。ね、そこはね。いい、あ、りがとうございます。いえ、もうこんな話。いとんでもない、またよろしくお願いします。はい、こちらこそ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えっと、ちょっとこれ、ブレインストーミングなんですが。ブレインストーミングって、何だったっけ。 ちょっと、えーまあ、頭を、えー、柔らかくするためのちょっと運動というか、あ<ー>ちょっとこれ科学的な話をさせていただきたいんですが、えー、この宇宙論でいう、今の最先端の宇宙、この宇宙論でいうと、宇宙論宇宙論ですね。<laughs> はい、宇宙って今あの、まあ、138億年ぐらいまできてから138億年ぐらいがまあ宇宙の年齢である。 だとかされていて、はいでこの人類がこのなんでしょう認識できる宇宙っていうのは、うん、まあ物理的に見える部分っていうのはまあ5%に過ぎなくて、はい、まあ残りの8割9割っていうのはもうその何が何だかはよくわからないような、うん、そのダークマターっていうものでまあできているというようなのが今,、うん、今の最先端の科学とか言われていて、はい、でまあ量子力学っていうんですかね。 あれでも結局今目の前に見えてる物質というものもまあ突き詰めて原子だ分子だ突き詰めてまあ玉ねぎのように原子の中の中覗いてまた覗いてまた皮むいてまた皮むいて皮むいてっていくと結局何もないと。あるのは波動だよというような答えっていうのがなんか今の科学的な アプローチになっていると、うん、結局目に見えているものっていうのも突き詰めていくと、はあ、波動という意味のわからないものなんですよっていうのがまあ今の科学の見解なんですが、はい、それを2,500年も前に釈迦という人間が、はあ、まあ物質なんていうものは存在しませんよとそもそも、はい、全ては原因と結果で成り立っていて。うん まあ、原因がなければ結果なんてないですよと。うん、まあ仏教っていうものは実は100%科学でまあ宗教ではないっていうふうに、まあ、テーラー・ワーダ仏教とかでは言ってるんですけど、はあ、まあその原因と結果っていうもので考えると、はい、例えば放射能ってコアな部分がある。うんうん、そこから放射能というその放射線が出て。 放射能が出てそれが人間には目に見えなかったりとか、うん、肌で感じることはできないですが、うん、細胞としては、うん、はっきりとその放射能を感じて、うん、当たると細胞が死んでいくっていう反応をしていますよね。うん、でこれにもちゃんと、まあ、この1世紀2世紀の間で、まあ、自然界からっていうものは放射能というものが出て、うん、でそれが まあ極端なところに行くと、まあ、人間を電子レンジの中に入れたような感じでやけどさせて殺してしまう細胞を殺してしまうっていうことが分かったと。うん、で放射線の出てるところにその要は感じることのできる機械を置くと、うん、まあ音を鳴らして、まあ、感知できるよっていうものですよね。うん、で例えばこれをじゃあ幽霊というものが、まあ、存在してるかしないかにかかわらず例えてみると。うん 幽霊をコアだとして、うん、その周り、まあ、半径、まあ、5メートル、10メートルの間に何か特別な何かを発するとします。はい、まあ、あの、丸、球型の中にこう、幽霊がいて、そのね、旧を、そのコアを中心として、まあ、5メートル、10メートル、何かこう、何かを発しているとする放射能のように。って、うん、なった時に、僕あの、カルタさんの 心霊現象を追いいい求める男ががすすごご好きでありがとうございますあのことごとく全部見てるんですけど、はい、あの花魁チとか、うん、あのどっかのホテルか忘れたんですけど、うん、いきなり「あれなんかここ空気がちげえぞ」とか、うん、って感じてるところってあるじゃないですか。花魁チで言うと何か揺れてるとか「はい、なんかここ怖えよ」って言ってるじゃないですか。はい、え何今のって、うん あれって、カナダさんが多分一番わかると思うんですけど、はい、あの時ってものすごく鳥肌が立ってないですか、はい、鳥肌立ってますよね。多分、はい、痛いほどの鳥肌を立ってると思うんですけど、はい、例えばそれを放射能で例える。そのさっきの何か、あのー、目では見えない。感じることはできないけれども、うん、肌というその細胞が、うん、 物理的に何かを感じ取っていて、はい、その感じ取ったものを鳥肌という形で何か警告を鳴らしている、はい、その神経を脳が感知して、うん、でその脳の中の何か、えー、と成長ホルモンみたいなのがこう出て、うん、物理的に怖いよとか、まあ、気持ちいいよとかっていうような信号を脳が感じてるわけだから認識できてるわけですよね。 それを踏まえてちょっとこの僕がちょっと実際に体験した話なんですけれどもああちょっと待ってねはいえみんな大丈夫だよね <laughs> <laughs> うんこれ僕大学の頃なんですけれども、まあ、はいはいはいあのー、大学ってあの暇な時って空いてる教室って使っていいんですよ、うん、で <laughs> あのまあ、1階から入っていくんですが 1>,、うん、1階2階3階4階5階ってエレベーターがなくて、うん、階段になってるので上に行けば行くほど大変なんですよ。はいはい、しかしあの7階とか8階とかってなってくると、うん、人があまりいないので結構教室が空いてたりするんですね。うん、なものであの、まあ、1階から回っていって、まあ、空いてる教室を 探しで行くんですけれども、うん、大体混んでると、まあ、8階9階とかっていうクラスになってくんですよ。はい、である時僕雨降ってる時に 1>,、うんまあ、1階からまあ階段登ってって、まあ、これ夕方夜ですねもう今まさにこの12月ぐらいの上旬だったんですけれども、うん、まあ雨降ってでもう傘濡れた傘持ちながら、まあ、2階二、まあ、階3階が空いてることってまずないので基本的にも授業で使ってるので、うん、まあ大体4階ぐらいから探していくんですけれども。うん 案の定ないんですよ空いてないいいんんです、ねはい、ですすよ空てね大体8階9階ぐらいに行くと空いてるんですけれども、うん、たまたま8階か9階ちょっとど,どこかの階か忘れたんですけれども、うん、空いてたんですよ8階9階上の方で。はい、でもこれも不思議と教室も入るとすごくこう鳥肌が立つ部屋と<ー>なんかこう居心地の悪い部屋っていうのが各フロアにあって。 はい、で僕の行ってたその学部っていうのは最もその校舎が古い学部だったんですよ。うん、なもので結構年季が入ってる教室が多くて上に行くと結構教室が狭くなって、まあ、20人か15人ぐらいの人がこう縦長に座れるような狭いな,なんかこう会議室みたいな感じの教室がいっぱい、まあ、10部屋か15部屋ぐらいあるような部屋なんですけれども。うん そこのの隅階段登ってすぐ左側の扉があるんですけれどもそこに入る入ったんですすねでで電気つけますで夕方だって真っ暗なんですけどここの部屋ってね前からあんまり入りたくない部屋だったんか本能的になんかこう体が受け付けないというか鳥肌が立つクラスだったんですけどでもちょっとこう課題をやらなきていけなかったんでまあそこしょうがなく入ってまあ 作業を進めていったんですけれども、うん、あのそこの、まあ、大学の多くが、まあ、大学の皆さんご存じだと思うんですけどあの中で、うん、あの何かこう授業とか作業をやってるのかが分かるようにあのなんてうんすよ中がちょっとこう長方形でこう見えるようによくあの刑務所とかで中がこう見えるようにこうスライドガラスみたいになってるのあるじゃないですか。 中がガラス越しにこう中が何をやってるのか見えるっていう枠があるんですよ。はい、2 0ンチとまあ縦1 0ンチ横3 0ンチぐらいの長方形のこう中ガラスが入って中見える。うん、でそこがどの部屋も空いてて外から中が見えるんですよ。うん、で、あのー、よくこう とても静かなので、八階とか九階になると、大体授業やってないので、すごい静かなんで、階段、生徒が階段登ってくる音とかっていうのが聞こえるんですよ。カン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 みたいな。で、遠くの方から、ああ、こ、こいつ、あ、多分この人。中にこう、誰かいるのか、探してるなっていうのがわかるんですよ。たったたった、で、中見て、あ、いたな。うん。あ、たったたったた。あ、中いた、頭がまたいてねえな。あ、たったたったた。あ、あ。 開いてるなってガチャンって入ってあ多分どうやら開いてる部屋が見つかったんだろうなっていう感じで分かるんですね、うん、こうやってると。うん、で20分ぐらい僕あのパソコンで課題をやってたんですけど、はい、いきなり、うん、あの一瞬電気がパッて消えてパッてまたついたんですよチカチカって。うんうん、あやばいなってもう鳥肌がずあの足元からゾク,ゾク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 って鳥肌が立ってきて。うん ものすごくもう尋常じゃないあの痛いぐらいの,あの鳥肌がバーって立って、うん、あこれはやばいと思って何でしょうもう髪の毛頭の髪の毛が逆立つぐらいの,あの鳥肌が立って、うん、やばいと思って本能的にあのその入り口のあの覗き窓に目をやったら、うん、あの目の充血してる、うん、もう目を広げて。うん 中見してるおじいさんが見てるんですよ。うん、で目が3秒ぐらいあった瞬間に、うん、ガタンとあのバンっていう扉が物理的にガーンと音が鳴って<ー>でそのまま下にスライドしてったんですよそのおじいちゃんがスキンヘッドのおじいちゃんだったんですけど<ー>ザンってこう下にガタンって言うとともに下にその窓,窓ガラスがなんか落ちる感じで消えたんですねファッて。 で、もあまりの恐怖で、うん、もう30秒間ぐらい、ちょっともう、心臓バックバックで、もう100メートル走ったぐらいの、なんて言うんでしょうね、もう、やばいやばい、これはちょっとマジで、久々やばいの来たと思って、うん、すぐにあのパソコン片付けて、で、本当にもうビビりながら、もう抜け足、差し足でゆっくりと、ドア、 カチャてキーって開けたら誰もいないなんですよ、うん、うわこれ久々やったわと思って、うん、足元見たらあのなんて言うんでしょうあのかあの雨が降ってたんで、うん、もちろん自分が入ってきて、まあ、20分ぐらいしか経ってないんで多分まあ自分が入ってきた傘とかっていうのも関係あるんですけど明らかにちょっとこう、うん、誰かが立ってたんじゃないんだろうかっていうような水の跡が。うん 滴ってるんですねう,ん、うん、うわこれやばいなと思ってさすがにちょっと今回のはやばいなと思っても一目散にあの人のいるあの2階の方までが逃げて、うん、でもう恐怖に驚きながら、まあ、その日の授業を出て、うん、でゼミであの自分発表だったんですけど。はい でゼミでこう20人30人集まってる中でゼミの発表を終えて、うん、で後半その発表したあのものに対してこうやれ議論とかしてくんですけどちょっと早く終わってで恐る恐る、うん、あのいや実はあの昨日雨降ってたじゃないですかつって。うん で時間あの7軒か8軒だったか忘れたんですけど、うん、いやこれこれの授業がある前で8階のあそこの角の,、うん、あの部屋のところで僕勉強してたんですけどみたいな課題やっててそしたらこれこれこういうことがあったんですよ、うん、みたいな、うん、話をあまりにも久々こういうのが来たんでみんなの前で話したんですよそしたらみんなもドン引きでうでしょみたいなそしたらゼミの先生が「あーって言うんですよ んじゃないですか、うんあのね、ここだけの,秘密あの話にしてもらいたいんだけど実は、うん、あの先生たちがいるところって、えっと、10, 10階とか11階か12階か忘れたんですけど、うん、8階か9階ぐらいからエレベーターがあって、うん、そっからあの先生たちのいるその研究室があるんですよ。はい、で実はねあの僕のいる階。うん であの昔あの実はねあの首吊り自殺があったんだよって言うんですよ。はあ、でそれも、あのー、ここの何々先生ってずっと昔からいるでしょつって「あ、oh, はいあの先生からは僕あの聞いたんだけど」つって、うん、で、あのーまあ、2030年ぐらい前の話なんですけど、うん、当時その首を吊ったっていう人がいた。でその不思議な っていうのが結構年配の方なんですけど、うん、カッパを着ていて、うん、雨のその日雨だったらしいんですよ。雨の日であのー、首をつっては、ま、あの研究室とかってすごい静かなんで、うん、作業をしてると横で何をやってるのかって結構わかるらしいんですよ。はいあのー 何か話しているのかとか何かこう執筆してるのかで何かこうなんかあの歩く音とかっていうかが分かるぐらい結構壁が薄くてまあ筒抜けでで当時そこのいた先生たちっていうのがガタンっていう音がしてなんか異常な音がしたから軽く見に行ったらド,ドアが軽くちょっと開いてたらしいんですね。で あの廊下が濡れてるらしいんですよ、はい、要はなぜか。うん、で扉を開けたらその方がまあ首をつって亡くなっていたってことなんですけど<ー>あのその,紙あの下に水が溜まってたって言うんですよねカッパの水が。うん、で普通自殺する人、まあ、僕分からないですそこは詳しく分からないんですけど、うん、結構思い詰めて。あのー やるものなのかなと思うんですけど一目散にも釣りに首を釣りにいってるらしいんですよどうやらおかしいなんか異常というかたった開けてったった椅子を置いてロープやってはい行きますみたいな、まあ、でそこがすごくなんかこう,印象に残るような現場だったらしいんですね躊躇もなく躊躇もなく行ってるらしいんですよ<ー>で下に水が滴ってるっていうのがあって<ー>で 実はと僕の研究室のこの横なんですよ、うん、って言うんですよ。ほうほうほう。えマジですかっていうことで、うん、でここ何が怖いかってその話をしてる途中に一行目の,あの先輩なんですけど女,、うん、女の人なんですけど女の子なんですけど、うん、あの普段何も喋らないもうザ・ガリ弁なんですよ。うん もう喋ってるのなんでその人の発表をする時ぐらいしか聞いたことないぐらい本当に無口な女の子が「うん、いや実は私もあそこの会で自分がその受けてた教室ので全く同じ体験をしてるんですよ」「いや私も実はこれあるんです」って、うん、でその教授もこれねこの会あるあるなんだけど、うん あの外で何かこうバーンってこう何か音すごい音がすることってあるんだよ僕もね何回か会ってすごく腰抜かしそうなぐらい驚くことがあって、うん、あの誰かのいたずらかなと思って扉開けると誰もいないんだよ、うん、って言うんですよ。うん、で僕の感覚で言うと、うん、あの木があの扉に。 ガタンって当たる音なんですよ。手でバーンってやるじゃなくて、木が、うん、あの、当たる音って言うんですかね、バーンって。はい、音なんですね。で、もう一瞬フラッシュバックしたのが、その首つった時に、椅子がガタンってこうずれるじゃないですか。うんうん、その、それが扉に当たったような感覚なんですよ。うん、そこが超怖くて。うん、で、その、あの、先輩の女の子も同じように言ってたんですよ。 で、これ私も怖すぎて誰にも言えなかったんです、今までって、うん。っていう話があって、この、なんて言うんでしょう、先生の言ってることと、その女,女の先輩のことか、共通なことっていうのが物理的にあって、これを、なんかこの原因、科学的に考えると、やはりあそこの塔には、やっぱ何かそういうものが、 あるのかなっていうのがあって、うん、あの他の階にいる時も、うん、いきなり鳥肌が立つ時があるんですよ。重要、はい、とかやっても。はい、やばいなんか今来てるな <laughs> これやべえなっていう。うん、でしばらく立つとスーって消える時があるんですよ。うん、だからなんか感覚的になんかそういうなんて言うんでしょうかね何かが通ってくというか、うん、そういうことも考えられるのかなって。 っていうようよなこととをちょっとこう考えさせられたお話でごござざいいまました、うん、以上でございますそれこそ,そのまだ解明はされてないけども例というものが何かエネルギー体というもの目に見えない可視化あ、そうか、ね、今のところだから可視化できていないだけで、はい、ただその可視化できていない物質の集合体というものであると <laughs> これがで意思を持ってんのかって話にもなってくるってこれややこしいことになってくるじゃないですかこれかまでいくとそうですねこれ,これ以降までいくとだけど本当に霊体というようなものがあってそこになんか残留思念のようなものがあってそれが物質としてそこに定着していたり <laughs> なんだったらちょっと動いてはいるはいそのが場所なぜかわかんないけどもだけど それに触れた瞬間とかそのものがある空気に触れた瞬間に <laughs> そのこの世のものとは思えないとかっていうのがどの期間人間のねどの部分その人が持ってるどの部分にその引っかかるかわかんないけどそれに引っかかる人にはなぜかその反応としてだからこれがえーっと。<laughs> えー、原因がこれっていうことで結果としてサービーも出るってことでしょそうですねこれまたこれ付随してちょっと説明させてもらうと、はい、例えば今カナダさんという存在がいるじゃないですかいますいるか足の爪足の爪をパチンと切るじゃないですか <laughs>、はい、足の爪の細胞を取りますよねはいで顕微鏡で見ます見ないではいで原子 <laughs> でそのカナダさんのまあその、ね、細胞を とにかく細かく何でできてるのかを極限までいきます。1> はいはい、で1というところまでたどり着きました、はい、その1の中を覗くと何もないんです、うん、つまり科学的に説明すると物質っていうものもイコール存在してないんです波動だから <laughs> だから目に見えてる物質っていうものは光を通して見てるけれども本質的には波動なんで。 存在していないんですね。え難しいですよね。<laughs> うんそ,それは、なそ、それは何ですか。それは、あの、まあ、でも、そこまでむ、まあ、やってきゃ。その、な、その、最終地点には、まあ、たどり着いていくわけじゃないですか。 そ物質と呼ばれるじゃ物質原子とかそうですねでもそれこそ素粒子みたいなようなものだとかはいそうですねでも,でも素粒子は向けないでしょあもうその <laughs> そのそ,そこの壁の先ですそ,そのもう,さもうず,ず,ずっと先ってことですよなんか1に出会って 1, 1って見つかってるんですか でもその1、<え> 1> もう究極的なこと言うと1が波動だったってことだったんですよ。うん、だからみんな科学者お手上げなんです。説明できないんです。<ー>物理学者が説明できないんです。え今まで物,物質ってっていうものって波動だったの何波動ってって。今だからその波動というものが何かをまだこの世界、この宇宙で誰も説明できてないんです。 お釈迦さん以外。お釈迦さんは二千五百年前に。あ<ー>あ<の>、まあ。物,<も>物質はもうないですよと。波動です。<laughs> って言ってます。だうん、と、それから、なんか概念として。<laughs> うん。その。その。本当に物質の、こう、本当に、だ、眼鏡とか。はい。人間、生身、肉とか、そう、そう、いう形取ってる生きとし生けるもの、この世の。 まあ、視覚としてそこに物があるって物として捉えられるものはべて波動にな,な,なるわけでしょそうですすそうですでそう見えてる、まあ、色的なようなものとかも人間がそういうふうに、まあ、判断してるから波波動が波動がを見てるわけですよ、ね、あそうですそうですおっしゃる通りですということはそれは個体差があってもしかるべきな話じゃないですかそうおっしゃる通りですね だから見え方が違ったり感じ方も違うからその波動が合うものにはその波動が、まあ、結びつきやすくなるということでそれの中で簡単な言い方をすると霊感になるわけですよね。 あまあそうですねそうういうこともできますねややこしい説明はあるかもしれないけどその感覚が似ているみたいなその場所に入ったら何かファッて感じるみたいなようなこととかもこれ全部簡単に説明しているのが霊感というもので概念としてあるじゃないですかそうですねただこれはその, <laughs> その波動だって言い始めたらもう それは物理ななのかってなるしそうなんですよ。<laughs> うん、同じ物質でも,でもその探知できないその放射能っていうものを、うん、音として、うん、要はその伝えることができるわけじゃないですか。そうですそうだから今回も、うん、全くその意味がわからないことを、うん、体験してるであろう人が、うん、2>, 2人もいたっていうことがあってその教授今あの東大で 教 <laughs> えてる方なんですよあはいやも訳分からんこと考えて <laughs> 死ぬまで訳わ分わからんこと考えてでそれでも分かんなくて誰かが引き継いでっていうのをずっと繰り返していってるからもちろん電波で人と話せるようになってるし今。あーそうですね、うん、だけどこれ電波で電波飛ばして人と喋れるようになったのって。 でこれ、えー、電話は電話線その電力というものでこう送電をまあそれがねエジソンの詳細によって <laughs> あ<の> <laughs>、ね、生まれたもんですけど電線引っ張ってわっつってねでそうです、ね、それがうまでもそれ,は電そ,れそれ乗っけて音を乗っけることができたけど携帯電話って30年ちょっと前 あまあ、そうですね。90年代ですよね。一般的になったのは。えーえー。電波を飛ばして音をのせけるっていうのはもっと前からあっただろうけど。えーえー、そんなことが、じゃあ100年前に <laughs> ね<え>。<laughs> おっしゃる通り <laughs> <ど>まあ無線ですよね。うん。そ,それをそ、今これ現実になってるけど、今そんなありえないよう100年後には。 主流になってるかもしれないでそう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 。そういうことですそういうことです。さすがですね。だからこれが波動だそれこそまあ一ゲノムでて脳を全部解明できたら多分幽霊の存在ってなくなっちゃうんじゃないかとかもあるし。なるほどなるほどはいはいはい。そ,その面白いですね。概念みたいなようなものがだからもう百年後に光覚機動体みたいに脳にそうです、ね、脳に刺して視、えー、視覚を映像化できたら。 人それぞれどういうものに見えてるかっていうのが映像としてねデータとして残るようになったら、ね、見えてるものみたいなようなものも分かるかもしれないしだからそういうところでいろんなところで説明していっての解が出てくるのがいつかどうか分かんないけどそれをずーっと研究してる人がいるっていうことは何かそこにあるんでしょうねそうですね。 うん、うか確かに階段ってめちゃくちゃあるけど誰も回答でできてないすから、ね、あ深いですねだからおっしゃる通りですよ物理学者、うん、世界最,最先端を行ってる物理科学者がぶち当たっちゃったわけですよ。うん、え存在ししてないの <laughs> 嘘でょそこがねやっぱそこが <laughs> そこがピンとこないっちゃピンとこない部分でもあるんですよ。 波動ってなんだよって話で最後までたどり着いたんだったら <laughs> ねそこにあるものって、うん、そこに無があるっていうのもまあそうねまあだ光も波動じゃないですかうん結局は光っていうのもまだ解明できてないんですよね <laughs> まあ重力とかもね解明されてないですからねはいそれを操作できるようになったらねいいんでしょうけど 光もだから光として人間は今物理的に目で認識できるじゃないですか、うん、でもまあ発見まだ分かってないですよね早、うん、すぎますからねはい <laughs> <laughs> その波動 <laughs> 波動でできてるのはどうやら分かってるらしいんですけどでもぶもっと具体的にじゃ光って何ってなった時にまだその定義ってなかなかその解がやっぱできてないらしいんですよねでも認識はできてるっていうことを考えると なんか今回のそのもろもろの不思議な話だからその鳥肌が立つっていう感覚も、うん、やはりいきなり不自然に 100m 走ったみたいな鼓動になったりとか、うん、その本当にそれがやっぱ普段いきなり来るので、うん、でもそういう時ってなんか物理的になんか電気が消えたりとか、うん、なんかそういう放射能みたいなものをなんかその。 心の感覚的にはあの認識はできてないけれども、うん、その物理的に体はなんか何かを認識してるのかな、キャッチしてるから、そういう警告を発してるのかなとか思ったりすると、うん、なんかこう、不思議な感覚になるなっていう。いやでもそうでしょうね、病そそさっき放射能の話したけど、それはそれで、こっちは何にも、<laughs> 俺、放射能治療やったことがあるから、放射線治療ね、えーえー、やったことがあるから、中が焼けるって感覚、めちゃくちゃ知ってるんですよね。 あそうなんですね。<laughs> あのただただのたうちもあるっていうことしかできなかったけど、す <laughs> <laughs> のど<う>田さんが以前さつ、うんうん、かなんかの話の付随であっちが幽霊飛ばしたら、うん、なんかこっちに来てなんか俺の肩を肩をかけてるところがものすごく鳥肌が立ったって言っじゃないですか左左。左肩この腕の辺りから胸。うん 遠山のの金さんの入れめみたいな感じですよね <laughs> そういう感覚だから僕もそれ聞いてすごく共感できるんですよ、うん、うわ分かるそれっていうすごかったっすよほんとだから何か物理的に何かがこう発してるものを細胞がキャッチしてそれにアレルギー反応を起こして鳥肌が立って、うん、でその鳥肌が通してその電気信号が脳に行って、うん、何か恐怖を感じてるのかなとか考えると やはりなんかそういう境界線とか地盤みたいなものっていうのはあるのかなっていうのを普段すごいなんかいつもこう科学的にアプローチしたいんですよなんかしたくなるんですよなんでこうなるんだろうないつもここ通るといつも気持ち悪いんだよなみたいなそうねだからそのそれが例えば今バケタンってあるじゃないですかバケタンバ,バケお化けタンチキ。 バケッ、ね、のただこれは本当に幽解明できてる解明できてないものを探知できるわけがないのでそうまた違うんですよまあジョーク系だとまあこれを言ったら怒る人もいそうだからあのオカルト界隈怖いから <laughs> なるほど <laughs>、まあ、ジョークグッズだと思っていただければいいんですよ <laughs> なので本当にもうずっと何万通りある 言ったらパチンコで言ったら何,何百分の1をたまーに引いて <laughs> でまあ乱数なやってるんですかね、えー、電気が入ってる場合は。で引いた時に赤出るか緑出るか青出るかみたいなので色によって危険度を示してるとか、えー、でそれが常駐パターンもあるし今ピッて押してこの場所どうってって調べることもできるんですよね。 すすごいですねそういうのがあるんですけど、ええ、それが本当に機械として恐怖がすその例えばじゃ人間の恐怖を数値化することもこれ可能かもしれないじゃないですかその感情とかそれを数値化できたらっ、ね、だったらその場所にある「ここは危ないよ」の数値も検証できていくわけ数値化することはもしかしたらこの先とんでもない先に できるかもしれないじゃないですかあおっしゃる通りですよねただですよこれ分かったらちょっと面白くなさそうじゃないですか <laughs> その心はだってここ怖いって数値で分かったら行かないで回避できちゃうじゃないですかなんでもうネタバレされてみたいなもんですよ映画の <laughs> <laughs> なるほどうん。んでななで分かんないから飛び込んで,で、ね、面白いに なるのがやっぱり人間の好奇心だと思うんですけどあ<ー>まあもちろんそこにはそ確かにそれもまさに放射能と一緒ですよね。そ,、うん、そ,うそうはだからは <laughs> そのうまあそうかな波動なのかなその人間の好奇心とかは無限だと思いますけどなんか一種そこは解明しなくてもいいんじゃね的なところでの。 えー、側といやちゃんと解明してそういう,こうものは、えー、レーダーみたいなようなオカルトみたいなようなものはちょっと、うん、何か解明できるんだったら解明した方がいいよ税が<ー>絶対いるからこれ絶対つつつずっと交わらないと思うのでまあこれ例えば、うん、あの放射能って例えばこれじゃ十19世紀初頭に今のあのーうん 放射能を探知する機会があったとして、はい、まあみんなに「いやバカ言ってんじゃねえそんなわ分かるわけねえじゃん」うん、もしそれが分かったら、うん、誰も近づかねえよって言うとするじゃないですか。はい、で実際問題今放射能が高いところってその数値見ながら誰も寄ってかないじゃないですか。うすね、もう確実にがん細胞というか、うん、体を蝕む、はい、ってなった時に、うん、もし100年後にその幽霊とかっていうものの,その危険ここに行くとそういう、うん 何うんだろう精神的に害を及ぼす波動が出てるっていうものが物理的に分かった時に、うんうん、確かに金田さんのおっしゃる通り行、うん、かなくなりますよねだって精神的におかしくなっちゃうんだもんっていう、うんうん、でその数値がじゃねえ言ったらそ音のレベルみたいにデシベルとしたら、はい、そう常にこれでもゼロの場所はないと思うんですよ あそうですね。かもしれないですね。うん、まあ自然界。自然界ゼロのでゼロデシベルの場所ってないと思うんですよ。はいはいはいおっしゃる通りですね。な <laughs> んでそういう感じで何か数値は基準としてはあってでもこのレベルだったら全然何かどうこうするようでもないから、えー、体には何にも一切感じることもない。なんだったらその草木動物草木にも生きてるっていうじゃないですか。 そうですねおっしゃる通り草木、ね、の霊ってあんのみたいな話にもなって<ー>そういうことでそもそもなんか概念にもならないような本当塵のような霊体というかそ今まで霊体と言っていたけどその後には何かその物体というかそういう酸素とか、えー、窒素とか。 そういう言われ方をするのかもしれないけどそういうのが漂ってたら全然大丈夫だよのところからやばいポイントっていうのがそれううこそ放射線がそこから飛び出してるみたいなそうですねだからこれもしかしたらこういうのとかが過去昔言われててあそこに行ったらやばいっていうようなのとかが普通に今の科学で言ったらあそこ放射線がめっちゃ出てるとかそれこそ、えーえー、群馬の奥の方とかだったら。 硫黄泉とかがいっぱいあるから、言うたらガスで窒息して死んじゃったりする人たちも多分これ、たたりだなんだって昔は言われてたと思うんですよね。あもうだと思いますね、間違いないと思いますねそ。それが脈々とずっと解明されてるんだけど、その話だけが独り歩きしてオカルトになっちゃってるというのもあると思うんですよ。歴史ありますねね、うん、そういういの、ね、実際 だと思いますのでだなのでこれ未来になったってそれはそれで多分残っていくと思うんですよね概念的なようなものとかは。<laughs> そうです、ね、なったですねでもこれはこれでさっき言ったみたいにそれはそれでいいんだってハと笑い解明していこうっていう人間がいると思うからそうですね、うん、ただ解明されてるのにかたくなに「いや違う」って言ってるのはちょっとカルトになっていくから。 ああおっしゃる通りですね。はい、どっちもどっちどっちもどっちで壁があるんだったら壁乗り越えたっていうところからまた新たな壁にぶつかっていきたいいと思うんですけどね。なんかちょっとこんなこと言うのも失礼ですけど、金沢さんって思いのほか頭いいんですね。<laughs> <laughs> <laughs> なんか結構<や>実は科学的なアプローチができるんですね。いや,いやおっしゃる通りですね<や>確かにそ。それはなんとなく今の話話を聞いて。えー 自分が持ってるオカルトまあ論ではないですけどええあの普通に考えりゃこうなるよなっていうのはなんか世間一般的なって僕はどっちにも転びたくないんですよ肯定にも否定にも何らかにい,かい,きた,い,い,いたいからなるほどなるほどなんで楽しめるとこって多分ここだと思うんですよね そうですね、まあでも論理的に考えていくと、うん、まあそういう答えに近い感じにはなってきますよねやっぱり多分なんでもうどっちにもその盲信、はい、し,したくないっていうところがあるので楽しめて観測できるところは多分ここだなっていうところにいるから多分まあどういう考えでもフラットにはいけるかなとは思って話聞いてそうだなっていうところをアンサーしてるだけだと思うんですけどそうですね、はい、ただ波動は ようわからんですよ。はい、そうですね。<laughs> うん、誰もわからないんですよね、うん。波動があったはまたおかしな話ですからね。<laughs> うどうやら波動らしいな。どうやらなんじゃなまだわかんないらしいんですよ、うん。ないなら、あるはおかしいやろって。<laughs> <laughs> そうなんですよね。うん。何なんかね、人は。えっと、全然、これ本当概念みたいな、なんか感じになるんですけど。 全然何にもないクソ田舎にこのこの場所本当な何もねえなあって言うんすけど、はい、何もないがあるじゃないってあーもうそちょっと哲学ですね <laughs> それそうだ,だからこれ哲学なんじゃねえのかなってそれから <laughs>、うん、聞いててそう,です、ね、そういうことですよ <laughs> どういうことってなるんだけどまあそういうことなんですよね わかる人には感じれるんですけど、うん、全く頭が固い人には意味がわからない,いなるんですよね。わびさびみたいな、ね、ところがありますけど。そうですね。でもなんかそのハドっていうところからなんか,だからこういうのがあるからなんか「いやってなる人もいっぱいいるんでしょうけど。そうですね。 うん僕はもうそのあたり全く分かんない研究して顕微鏡も見たことないから、<laughs> ほとんどそうですねうん分かんないけど、<laughs> 僕も読んでて、全く意味が分からなくなるらしいんですよね、だからまあこんなこと言うのもなんですけど、結構、だから科学者の人って結構、後半、頭がおかしくなってしまう人が歴史的に多いんですよ。あ、まあま そ, <laughs> そうなんでしょうかねなんかその狭間でやっぱ脳がショートしちゃうのかなっていうあのいわゆるそのまあ知ってる人いるかどうか分かんないけどあのハチソン効果って提唱した人いるじゃないですかハチソン効果うん確かねハチそのハチソンっていう人だったかな が残してる映像で物質が動いてるえーと飛んだりなんだ,なんだかんだやってるんですけどある機械を動かすとこれが全部飛んでくっていうような実験を行ってそれがハチソン効果って言われてるんですけど誰もこれを再現してないんですよねだからあれが嘘なのかまことなのか基本嘘ってあれはフェイクっていう風に言われてるんだけど。はい あれを今、科学者ってどういうふうに見てるのかなっていうのをちょっと気にはなるんですよね。そんな、あんなもん嘘っぱちだっていう人たちがほとんどなのかなでもあれはそう、スタップ細胞はありますで、いまだにスタップ細胞探してるというのいのかなぐらいの。ああなるほど、なるほど。<laughs> <laughs> 世間一般的にはもう忘れ去られてるじゃないですか。 ええでも科学者の人たちって何やってるか僕ら全然分かんないんで分かんないですねずっとありもしないものを探してる <laughs> 人もいるかもしれないしそうですねでもそれが検証して検証証ししててですもんねでもなんか僕カルナさんの,あの動画見てと思うのは、はいあのー、やっぱそこに行くっていうことは。はい 何かに引きつけられてるわけじゃないですかそうですねでその何かって何なんだろうって思いませんなんでだろそうですねそこに廃墟があるからじゃあその廃墟があるからってじゃあその先は何なんだろうってあのー、すごい思うんですよ思う、俺も思ってる <laughs> そこの部分を解明してほしいなと思いますね語ってほしいなっていうかいやでもなんか廃墟に関しては もう,うんしいやこんなこと言ったらまたなんかね,ね言われそうだけど自然のアートなんですよもう完全にしかも人工物プラス自然なんですよねなん,ん,、うん、んでこれ戦ってるんですよ。なるほど人工物対自然がせび合っててこう年数たってきゃたっていくほどこれ 飲み込まれてるところもあるし何た、はい、ちょっと自然負けてんぞっていうところもあるんですよ。だからそこを感じ取れるともう、うん、何か原因があるんですかね。分かんないもうそ,そこまでそれこそほらもう向いて向いてってのそこに理由をつけてって理由をつけてったら最終的にこれ、ね、多分もうねえよって言うと思うんですよ。 <laughs> なるほど。<laughs> あ、ない。はあ、これが波動管にはならんけど。<laughs> <laughs> そうですね。うん。そこのな、やっぱ面白いですよね。だから僕を見てて結構こう引き込まれるっていうか。そう、だからそれは、ね。はたから客観的に観察すると何がいいんだろうと思うんですけど。いや、俺も思いますよ。何がいいんだろうって。でも、<laughs> でもこれって何がいいんだろうって、うん、何でもそうじゃないですか。僕ちょっとここんなこと言うのもなんですけど、結構ジャズとかブルースが好きなんですよ。はい。 でもヘビメタとかってあんま好きじゃないんでですよ、うん、でもヘビメタ好きな人からすると幼霊ヘビメタ好きだけど別にジャズとかクラシック嫌いだなっていう人もいるわけじゃないですか。うん、ねえだからその廃墟の中でもなんかうそういう何なんですかねそれこそなんかその基準みたいなのが見えたら <laughs> またんか世界は変わってきますよねん,なんかね。そうですね。まあ心なんですけど結局決めてるのは。その心もまだ解明できてないですからね。 そう,まあ、そうねあ<ー> <laughs> そこがね心はどこにあるかっていう問題もずっと言われてるんでしょうけどね脳なのか心臓なのかっていうところとかねいろいろ深い話になってしまったんですけどいやだからオカルトいや分かってないものはオカルトまあ乱暴な言い方ですけど、ええ、分かってないものはオカルトとして捉えてそれをまあ あーだこうだこねくり回して結構階段ってて生まれてるもの多いと思うんですよねそうですね、うん。しかもそれが10人いたら10通りあるわけでそうですね。で無理っくりねこうオチをつけようとするような人もいれば。 いやもう全然もうこれだけなんですけどなんだ何が何だか分かんないですってでも尻切れトンボみたいな話もあるけど多分これどっちもどっちでこれ好き嫌いはこれだけでも分かれるしそうですねなんでやっぱ好き嫌いっていうところはやっぱ生まれ持ったものなのか家庭環境とかも絶対あると思うけどうん別に俺は廃墟好きで生まれてきたわけではない絶対にないと思うから。<laughs> <laughs> 何かを見つけたんでしょうね、体が、それこそさっき言ったみたいに、体に、この害なす反応じゃないですか、さっき言ってたのは。そうです、ね、だけど、これはプラスになるような、その,こその心に何かあるよ、うん、訴えてくるようなものっていうのも、ひょっとしたら何かその要素があるなんて思ったら、ちょっとおしゃれですよね。まあ、そうかっこいいですねうーん <laughs> だからど、どこかで何かそれをもらって、そのままずっと、<laughs> うん、なんか反応してんのかな、そ,、ね、それを踏まえて、うん、ちょっと今後あの、快挙に行ったときに、うん、やべえ、俺今、ビビってる。やべえ、鳥肌立ってる。この怖いって何が怖いのえ何っていうことを、ちょっと意識して、うん、語ってほしいです何かが。 <laughs> 何何な,なのか。何が怖いまああれもあのオイランブチってもういけないんですかね。い,いけないんでしたっけ。行かない方がいいですね。あそういうことなんですね。<ー>あれちょっと再び見たいですね。うそまあそう、ね、検証しに行ってほしいですねなんかね。<laughs> <laughs> えだ行けないことはないんだろうけどちょっと面倒くさくなる可能性があるから。 あまあ法的にってことですよね。そうそうそう,そう,そう。そうですよね。なるほど。なのでまあな,なんかね、<laughs> もうい,いやとはまあ自暴自棄にならずに活動はね <laughs> していかないといけないんですけど。<laughs> そうですね。まあで難しい方ですよね。できる限りね、せめてね。はい。まあうんまあちょっとこらっ,って怒られるぐらいだったらまあいいかなぐらいまあせめていかないと多分。 <laughs> うん、まあなんかつまんないのもあるし自分でやってても <laughs> ああなるほど、うん、つまらないそれこそ<ー>そのダメよって言ってるところからなんかあの羽広げて滑空してるような人とか2 0 0ルぐらいの高層ビルからパラシュート一個ポンって持って飛び降りる人とかそういうチャレンジャーの人ぐらいの心臓ではないけど でも、なんか似通ったマインドはあるんじゃないですか。なるほど。うん、だから、それがな。かっこいいですね。それはなんかわかんないですよ。だけど、基本配信とかやってるから。あんまりこういうことやるとき、やっぱ怒られるだろうなとか、いろいろと保身に走ってますけど。<laughs> <laughs> まあしょうがないですよね商売の部分と、うんうん、やっぱそこの綱引きというか駆け引きは一番難しいところですよね。そうですねなので、まあ、ちょっとできる限り無茶でできる無茶はしたいなと思いますけどね。なるほど。うん、今回のあれ今俺怖いですなんで怖いんだろうっていうそこなんかこう。うん、言語化あれあれ何なんですかほんと飛マジで止まるじゃないですか。 あれ,あれあいいややっぱいいやとか言ってるとこあるじゃないですかありますありますあれは分かんないんですよ自分でも、うんって気になるところがあって何かに触れてるんですかねあれ目が合ってるんですかね<の>やっぱりああの目が合ってるんですって <laughs> そ,そういう人にとってはだけど俺は目が合ってるのかなっていうかなんかそこに何ん,ん,ん？って <laughs> これが言語ができないんですよなんか気になる何、ね、か気になるから見たってだけ。 ですよねうん、うん、そこねそう実はねあのそうなんですよかなたさんが多分ね一番そこ分かると思うんですよねこのあの霊感があるって言ってる連中の,その表現方法の物理的な説明って多分かなたさんの「いや分かんねえんだけどどう説明していいか分かんねえんだけどでもその感覚なんだよね」が多分結構限りなく答えに近いんじゃないかなって、うん。 思うんですよね僕個人的には。何ともいえない、いきなり来るんですよ。もうその空間に入ってしまったっていうか、その球の中に、範囲の中に入って、やべやべ、ここはやばい、もうやばいやばいやばい、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 何か削られていくみたいな。いや、た分それだと思うんですよね。いまだに、だからそういうのはあるんで。 でですよねもあの恐怖という多分その快感って多分神一重なんですね、多分ねはいそうです<の>う脳内のそのドーパミンというかいいアドレナリンというか。うん間,間違いない。<laughs> まあそれで言うんだったら、多分最初は犬鳴き飛んでるじゃないですか。ああ、そうですよねー。うん、そういうことの多分もう肺になっちゃってるってことですよね、脳が。ううもう完璧あの成長ホルモン出て、覚醒剤やってる時みたいな感じなんですかね。<laughs> いや 近しいものはあるんじゃないですかねきっとそうですよねあれ見てるとうんそのさっき言ったラグライダーななんかパラグライダーだとかああいうことやってる人は多分俺みたいな人間よりも多分さらに出てると思いますけどねそうですよね、うん、もう精神に関わってるわけですからね、はあ、もう一もうちょっとずれたら死ぬみたいな行動をやってる人たちと僕比べ物んんになんないから だけど近しい部分ではあるのかもしれないです、ね、いやだいぶ近いんじゃないですかあんなところでだって何かあったらね絶対死んじゃうわけじゃないですかもううんあかなり命の危険というか安全ではないわけですからねうそうそうっすねいや<ー>どうなのかなそうなのかな, <laughs> ど,うなんどうなんでしょうなそう 言語化そうね言語化そ,のそこに気づいてなんかああだこうだ言ってるあまあいいやって思ってる時はもう半分無意識かもしんないからああ深いですねなるほど、うん、別になんか演出として怖がらせようなんて多分一個も考えてないしそれバレた時の方がダサいからでああかっこいいですね <laughs> そうですねそんなもん 確かにだから一切こう無加工というか、えー、そもそも映像を撮ってる時点で一発本番の編集してるようなもんなのでい <laughs> いやすごいで,すよ、ね、なんでもよかそも心霊だなんだみたいなようなものでなんか使うのがなんかちょっとまあ まあもういいやって思ってあんまやってなかったけどもうぼちぼちやろうかなスポット探索みたいなのでいろいろ準備してたら心霊 YouTuber 捕まるしあ <laughs> そうなんですか強括でね <laughs> えっそちょっと次元が違いますね全然違う方向で心霊 YouTuber っていうのがボン心霊系 YouTuber っていうのがテレビに出ちゃったから。 改めて文字で見ると気持ち悪いですね。心霊系ユーチューバーって言葉。なっそれ。なるほど。だけど、なんか、いつかね、ちょっと言語ができるように、ちょっと頑張っていこうかなと思います。そうですね。いつも見るたび、いろいろ考えさせられますんで、今後とも頑張ってください。頑張ります。はい。誰かが波動を見つけてください。ありがとうございます。いや、本当ですよね。科学者がそんなこと言っていいんだっていうふうな思った。 そんな内容でした <laughs> <だ> <laughs> ありがとうございますはい失礼いたします。